聞いてください、皆さん。来てくださってありがとうございました、生誕祭。来てくださった方のプレゼントを郵送してもらったんですけど、それが今日届いて、あの今見たら、見てこれ中身。こんな状態で届いて、誰からもらったものかわからない状態になってて、で、これやったんが、その、なんかわからんくて、誰か。マジで、意味わからんくない？え、マジで悲しい。次の生誕祭は二度とこんなことが起きひんようにあのするので、マジで申し訳ないです。マジで悲しいんやけど。普通にやばくないこれ。何、袋とプレゼントが別にこう入ってて、袋は袋でまとまれててみたいな。はい、郵送されたやつはあのちゃんとうちらスタッフでこうちゃんと綺麗にまとめて誰が誰か分かるようにしてるんで分かるんですけど、これがやばい。マジで当日来てもらったのにも関わらず、マジで申し訳ないです。すいません本当に。いやマジで悲しい。何がショックって、誰からもらってこんだけむめちゃんのこと考えてプレゼント用意してくれたのにそれが分からへんっていうのがすごい、すごいショック。ただやっぱり皆さんたくさん用意してくださったんで、郵送するにもなかなか大変やったんでしょう。うん、あのコメント欄でこれ私だよってあの言ってくださるとコメント見るので、あ、それがいいね。そう、うん、コメント欄で教えてもらったら、そうしてください。すいません本当に。あと届かなかった時にインスタの DM とか見てるのでスクショして、あのこの時の私やでみたいな、ボケでって言ってくださるとすごい助かります。はい、ということで始まりがこういう感じなんですけど、本当に皆さんありがとうございます、マジで。いや、生誕祭の様子もあの YouTube 上がると思うので、メイキング的な感じで楽しみにしててください。皆さん本当にたくさんありがとうございます。もう一個ずつ開封して紹介したいと思います。レッツゴー。うーん、開けていきたいと思います。ちょ、マジでほらやばくない？袋にも名前を書いてくださった方がいて、たくさん分かるようにして申し訳ない。開封していきたいと思います。ありがとうございます。こんなにたくさん、こんな誕生日えぐいよ。こうやってして握手してみんなのあのこの感じ、うーん、ちゃんとの名前と顔を一致させて、いや嬉しかったね。普通に今回楽しかったんで、来年もちょっとこういう感じのしていきたいなみたいな、もうちょっとレベルアップしたみたいなことをしていきたい。はい、開けていきます。はい、ディオール。てか、申し訳ない、マジで誰が出るか分からんの。あの、分かった方は、分かったっていうか、あのこれ私だよってほんまに言ってください。なにこれ、なにこれ、え、なにこれ、初めて見た。え、これ何に使うやつなんやろ。筆箱？メッシュポーチですね。ディオールのメッシュポーチって何？自分無印しか知らねんけど。ありがとうございます。本当に、もう誰も、もう、ありがとうございます。絶対コメント欄で書いて。本当に、マジで。申し訳ない、ほんまに。絶対書いて。はい、続きいきます。うおうわ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 、ちょっと待って、危ない。何これ、手作り？これあれじゃん、ゆで、やはり、はあ、塩キャラメル。ちょっとなんかお手紙も挟んでる。ちょっと待って、情報量多いで、ああ、ちょっと誰か、誰やろう。ケンティーや、ありがとうケンティー、ありがとうございます。後でちゃんと読ませていただきます。これねえ、ムメの大好きなのり塩って書いてる。すごい、お菓子いっぱい。カムカムレモン、2年前の YouTube でカムカムさん好きって言ってたね。すごいな。ムメの左薬指の大きさ知りたい、切実。ちょっと測ってみるか、これで。え、でもこれ出したらあれやんな、どうしよう。
ょっと後で開けますね。かわいい。お、イエーイ。おもろいなこれ。これ下変な色になるで、動画で食べてほしい。かわいい。なにこれ、エビ？めっちゃかわいいんやけど、なにこれ。あ、なんかハートがいっぱい。あ、なんか入ってる。なに、絶対に開けるな。もういいんやな、買うよけんくて。気になるな。美容品買う金なかった、許してちょ。何やねんこれ。好きだとかそういうのじゃないんかい。ごめんなさいかよ。ありがとうございます。おもろいな、こういう。でもさ、これ手作りってすごいよな。こういうの私苦手なんですよね、あの作るのが。そうだからもらって、あのすごく嬉しいです。どうやって作ってるのやろこれ。ありがとうございます。お次、お、これ知ってる、ジェルシュアートってやつじゃん。ジェルシュアート。わ、かわいい。なにこれ、超女子なんやけど。あ、夜や、19歳の誕生日おめでとう。ありがとう夜、センスあるね。なにこれ、美容液とリップかなこれ。ありがとうございます、大切に使います。かわいい。お次、足休み時間。なにこれ、こんなんあんの、初めて見た。ありがとうございます。足めっちゃ使うからありがてえ普通に。お次、なにこれ、チューズハッピネス。ちょっと英語読めなかった。あれ、なんかさ、これさ、誰かで、あ、ちょっと待って、うわー、ちょっと待って、誰、ちょっと待って待って、見たことあるぞこれ。ちょっと待って、誰かがこれなんか写真見せてくれたような気がする。誰だったっけ、ちょっと待って。すごくない、いいこと堂々。え、すごいんやけど、こう、めっちゃ可愛いない、すごいんやけど。ありがとうございます。待って、これだ、誰かがこれ見せてくれた気がする。あ、わかった。ディスコードでなんか ID 見せてっていう時にこれが映ってて、え、何これ可愛いって自分が言ってた気がする。誰やった、ごめんなさい、ちょっとあのコメントで書いてくださると嬉しいです。お次、おいおい、出たよまた、同じ人なんか違う人なんか、もうそれすらも分からない。ありがとうございます。抹茶好きなんで大切に食べます。お次、なにこれ、アポロチョコレート、筆箱やん、しかもなんか中身重いんやけど。おお、なにこれ、すごいな、筆箱の中に入れるっていう。人幹細胞、な、なにこれ、原美容液とハンドジェルやって、ありがとうございます。すごいな、筆箱の中に入れるっていうのがまたおもろいな。ありがとうございます。おもろいな。次、うわ、なにこれ、カボスの香りパックかな、これ。ルルルンやって、ありがとうございます。私パックな、あのフォロワーさんにいただいたやつしか使ってなくて。ありがとうございます。次、バームクーヘン抹茶や、ありがとうございます。嬉しい、博多クーヘン、何それ、ありがとうございます。これ何、あ、 EMG って書いてある。あ、これなんか言ってくれてたな、握手するときに同じやつみたいな、パッテンのやつ、ありがとうございます。すごいな。お次、おお、どうやって開けんのやろ、こんなあんまもらったことないから、どうやって開けるのか分からへん。どっちだっけ、こうか、あー、すごい、なにこれ、ハンドクリームやって、ありがとうございます。わー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 、
ハンドクリームか、私ハンドクリームちゃんとしなの使います。ありがとうございます。続きいきます。ででん、何これ、わー、お菓子いっぱい、最高やん、こんなん、えぐえぐえぐい、好きなもんしか、はあ、匂いがお菓子、ありがとうございます。食べます、配信で食べます。続き、こちら、何これ、いや、わかんない、猫す、ね、ネストコ温められるステンレスサーモマグカップ、何、どういうこと、おお、へえ、じゃあさっきのあの抹茶の無印のやつで飲みます、ありがとうございます。お次、じゃん、何、お、むめちゃんお誕生日おめでとうございます、これからも頑張ってください、応援してます、誰だろう、ん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 、お、何、お、ハンドソープのやつや、ありがとうございます、ってことはこれも同じやつかな、ボディスプレーでけえ、何これ、ルームスプレーやって、うわー、めっちゃいい匂い、すげえ、ありがとうございます、使います、ありがとうございます。お次、ひよこ茶菓子やって、しかも抹茶、ありがとうございます、食べます。お次、なにこれ、なにこれ、な、なにこれ、伸びしばやって、伸び伸び、あ、これなんていうの、ひだやったっけ、ひだってどこやったっけ、これお土産かな、触り心地も、え、おい、触り心地めっちゃいいけど、ありがとうございます、かわいい。お次、ん、なにこれ、あ、なにこれ、なにこれ、これあの DM でくれました、あの VIP の方、シシャモって方が、これ手作りらしいで、すごいよな、でこれにも意味があるらしいよ、これ DM で見た、すごっ、ありがとうございます、手作りってすごいよな。次いきます。ん？ディオール、あ、なにこれ、触り心地めっちゃいい、なにこれ、ポーチか、これは、ありがとうございます、私ポーチあのシーンであの安いやつ買ったからありがとうございます、使います。お次、ででん、あ、これな、あのそのもらった子の前で、え、猫耳あるんやけどって言った、多分猫耳、これマジで嬉しいんやけど、でーん、猫耳、しかも黒色バージョンや、何これ、ムメチーズで猫耳のヘッドホンです、のんのんより、シンプルシンプル、ムメチーズへって、しかも黒色系って持ったことなかったんで、あのいつも水色と、水色ピンクと黒、ありがとうございます、みんなからあの猫耳ヘッドホンを与えてもらってて、のんのんありがとうございます、使えます。待って待って、お手紙入ってた、うわ、しかもこれ文化祭の時の私や、ムメチーズでのんのんやって、なんだムメチーズって、だから待って、なんか待って、なんかいっぱい入ってる、なんだこれ、かわいい、あ、なんか写真を入れるっていうの、おしゃれやな、ムッチーです、ムメチーズのミニキャラ、なんかかわいいの何これ、なんかかわいい、ありがとうございます。動画撮ってたりする、してたらのんのん大好きだよって言ってほしいな、しかもさ一番最初に目に入りやすいようにさ、ちゃんと色付きペンで使ってんの、のんのん大好きだよ、ありがとうございます、さすがやな、こうさすがすぎる、後で読めますね、ちゃんと、ありがとう、のんのん。お次、じゃじゃん、あ、なんかさ、これスタッフさん同士でセンスあるって言ってたやつや、箸
シビロコウ。超いいやんこれ。ハシビロコウなんやけど。ありがとうございます。おもろや。お次。アイ。誰だろう。え？なんか。天城府？すごいな、手紙に天城府って。ありがとうございます。誰だろう。ムスカだ。ムスカありがとう。いつもありがとうムスカ、マジで。さあさあ、さて俺からの2つ目のプレゼントは毎年恒例の Amazon ギフトカードです。あのこの方毎回あの DM とかで、はい天城府みたいな、なんか変わった方で、お菓子も買うもよし、動画の服を買うもよし、とにかく好きな時に使ってください。いつも本当にありがとう。この方はな、あ、最近は TikTok のフォロワーもしてくれたり、本当に今まで目指してよかったと心の底から思う。またいつか会おう。そう、この方あのいつもあのイベント、去年のイベントとかチェキ会とかも来てくださった方で、すごい子さんの方なんですよ。ありがとうムスカ。はい、ありがとうございます。お次んー、うわ、書く時間なくて短くてごめん。何？あ、りょうごだ。むめちゃんお誕生日おめでとう。何十年でも押すのでこれからも頑張って。りょうごより。急いで書いたんかなこれ。ありがとうございます。あ、じゃあ中身読めてない。あ、ここ開けんのか。あー、な、めっちゃいい匂いする。何これ。え、わー、わかんねー。美容液と石鹸とオードゥトワレ香水。めっちゃ超いい匂いする。ありがとうございますりょうご。りょうごで合ってるのかな。ちょっとあのバラバラに入ってたんで、プレゼント、あの手紙は一応挟んであったんですけど、ほんまにりょうごなんかわからなくて、ちょっとあのほんまにりょうごやったら俺だよって言ってください。あの違うかったら私だよ、僕だよって言ってくださると嬉しいです。ありがとうございます。すげえな。お次。あ、すごいですね。やろ？ちょっとまたしても、これはちょっと待って。あ、でもこれ手紙挟んでる。こっちも。黒雪姫だ！はじめまして、お誕生日おめでとうございます。始まりは2年年前にグッバイ宣言を見た時から始まりました。そう、この方もあのだいぶ子さんの方で、前のイベントの時もね、ほらじゃあ好きな位置になりますよね。ありがとうございます黒雪姫さん。もう開き方覚えたね自分。なこれ磁石なんやろ。あ、そうそうそう、こうやって開けんね。知ってる知ってる。なんかいっぱい入ってる。マスカラ、リップグロス、コンシーラー。え、もう全部揃ってんの。え、なにこれ、どういうこと。マスカラ用ベース、リップグロス、アイシャドウ。ちょっと待って、え、なんおかしくない？こん、え、フェイスパウダー、チークカラー。え、私さ、え、プレゼントって普通1個でこう渡すもんじゃない？こんな、そう、この黒焼姫っていう人バグってんねんな、いつも。アイシャドウ、ね、変な持ち方しちゃってるよ私。リップ用クリーム、ボディフェイス。ちょっと待って、あ、なんかいっぱい書いてる。え、なんか他にもなんかさ、え、これさ、どうな、なんかこれで全部揃うんやけど。ありがとうございますクルーキムさん。あのこれ式であのディオールメイクします。ありがとうございます。動画のネタになりました。ありがとうございます。さすがクルーキムさん、そこまで考えてくれてるとは。あのこの人あの何単発でバーンってやらはる人で、そのギフあの何配信のギフトとかあるじゃないですか、それも単発でバッてやる人で、なんかこの方性格分かってきたなって。ありがとうございます。もうあの普通に動画で使います。ありがとうございます。お次、ででん、重い、水色だ、しかもかわいい。お、待って、ルルルンだ。ありがとうございます。あのかぶっててもね、あの普通に使うんでなくなるから。これは何、え、無理、糖質制限って言われてる。やだよ、動画で鍛えてもらいます。ありがとうございます。ぜひ使います。次いきます。何、え、え、パッ、リマ、
今年のタンプレはね、ムメイ大好物のマイクラとうち岐阜の上の方の名物っぽいやつ気に入ってくれたようなら嬉しいな。ごめんね、バラバラで本当に。でもマイクラなのね。あとこの前の配信でテストの結果見とくって言ってて見てませんよね。見てください、わら、リマより。ということで、テストの結果が送られてきました。紙で。あ、え？これ何？これさ、どの紙で書いてんの？音読時間って書いてんだけどな。早読み用のさ、裏のメモにさ、手紙にしてんねんけど、リマ。何してんのこれ。これを読んでるのは生誕祭の後だと思うけれど、生誕祭も盛り上げよな。ありがとう、盛り上がったと思うよ、リマのおかげで。ありがとう。ごめんね、ちょテストの結果表まだ見てないわ。ちょ、見るからちょっと待ってて。ありがとう、リマ。お次、ニャッキー、イエーイ。ありがとうございます。久しぶりやな、ニャッキーとか。あ、かわいい。え、なにこれ、かわいい。なんか塗るやつ。ありがとうございます、かわいい。と、あ、なんかこれメイク落としやって、うわ、助かる。普通にありがとうございます、使います。ありがとうございます。じゃじゃじゃん、なにこれ、絵もやって、うわ、かわいい。うわ、うわ、センスある。うわ、しかも見て、星の。これさ、考えてくれたんやろうな、無名の夢ないかな。しかも水色やし、しかもめっちゃ可愛いし、いいね。女子らかがりそう。あ、世界で一番の私の教えやって。なんか可愛い、可愛い。え、なんかめっちゃお手紙書いて、何枚書いてんのこれ。めっちゃ書いてくれてるやん。可愛い。青だ、青、青すげえ。見て、めっちゃ可愛くない？上手くね、しかも。めっちゃ上手いんやけど、エイカくん。あ、待って、なんか書いてくれてる。あ、プレゼントなんですけど、小さいバッグに入ってるハンカチと手鏡にリボン色のピンク色のリボンバンス。ちょっと待って、これ助かるな。あの手紙にこうプレゼントの内容のこの詳細ってか書いてくれてんの。ピンク色のリボンバンス、ちょっと待って、どれだろう、これかな。あ、めっちゃ好きなやつ、ありがとう。これ、あ、今めっちゃ食べたい、今めっちゃ食べたい気分。ちょっと待って待って、ね、ちょっと待って、青センスあるわ、マジで。あ、かわいい。ちょっと待って、ピンク色のリボンバンス、この向きでつけるらしいです。あ、こうってこと、こう、こういうことか。へえ、かわいい。え、生誕祭でつけたかったんだけど、これありがとうございます。と、琥珀のやつな。と、写真立て、ビース取れちゃったらごめんなさい。あ、これ、あ、使ってくれたってこと。うわ、天才、ありがとう、ありがとう、使います。やって、今日っていうか最近ここあのバタバタしてて甘いもんが食べれてなかったんで、今めっちゃ美味しい。ありがとうございます、青、大切に使います。みんなプレゼントのセンスすごいな。てか、お次いきます。うわ、待って、ちょっと待って、あ、ショーペンド、ショーペンじゃない、ボールペン。むめちゃん大好きです、初めての推しです、青より。青、ありがとう、ありがとうございます。ね、センスある、このお手紙かわいい。こんなん作れるようになりたいな、自分も。とあるむめたみより、あ、暇人か。ちょっぴり悲しいなって、辛いなって、泣きそうになる時もムメちゃんの動画がものすごい癒しで、いつも励まされています。絵文字キモくてすみません。確かにキモい。本当に生まれてきてくれてありがとう、すごい、ありがとうございます。ちゃんと読ませていただきます。あ、次、うわー、え、かわいい、見て見て、よかった、これ分解されんくて、めっちゃかわいい。こんなん買ったんかな、一個ずつ買ったんかなとか言って、すごい。こういう、私な、こういう、あの小学校の頃からこういう感じが好きなんですよね、すごい。あ、なんか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 アンパンマン、なになになに、ちょっと待って、あ、そう、うわ、そういうパターンもあんのか。うわ、ありえるな。ほんまにごめん、誰これ、パンツ、マッキーだ。
え、マッキーかな、ちょっとマッキーじゃなかったら言ってほしい。待って、でもさ、こっちは積み込まれてるかもしれん。普通に一つお願いがあります。モデレーターになりたいよ。おお、なんやなんや、マッキー。うん、今ね、イベントに来てくれるぐらい、あの、今までモデレーターさんとか、あの、フォローしてる方ってイベントに来てくれたり、そう、積み重ねでこうやってるんで、マッキーもあの候補に入れますっていうか、頭に入れておきます。ありがとうございます。何このアンパンマン。これ著作権大丈夫そう。元気100倍アンパンマン。ありがとうございます、マッキーさん。ありがとうございます。大切に使います。おお、いいよこれ。おいおいよ、おいおい、みんな、こんなプレゼントをありがとう。おいおいおい、最後悲しいけどありがとうございます。こんな初めてもらったんやけど、アンパンマンかわいい。これ私探してたアイシャドウ、マジで。なんかかわいい。これあのアマゾンとかで探してたらなくて、ありがとうございます。アイシャドウパレット、ありがとうございます。これめっちゃかわいいよな、わかるで。これ友達に教えてもらって、うわかわいいと思って買おうと思ったけどなくてみたいな。これは、うわ、アクセサリーだ、かわいい。かわいい、アクセサリーいっぱい、すごい。うわ、な、アンパンマン好きなのね、わかった。これ一緒やな、これ全部、これ全部マッキーやな、わかった。うん、マッキーありがとう。前髪クリップありがとう。かわいいな、アンパンマン好きなんやな、マッキー。アンパンマン誰が好き？カバオくん、カバオくんって。あ、これもか。うわ、なにこれ、焼肉のタレの香り湯。みんな大好き、焼肉のタレをイメージした入浴剤です。センス神やろ。ラーメンの湯。一日の締めにおすすめ、だしが決め手の豚骨ラーメンをイメージした入浴剤にしました。あ、なるほどね。おい、誰がデブやねん。おい、ふざけんなよマッキー。これマッキーかな、わからない、マッキーじゃなかったらごめん。と、あ、これはちゃんとよかった、これはよかったね、よかったよ。ザクロシアバター、ありがとう。ちょっと気になるな、こんなん売ってんのよな、初めて見た。ありがとうございます、大切に使います。はい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 、うんうん、ヘイラッシュ、はい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 、今日のお昼は晩ご飯。次いきます。なんこれ、ありがてえ、これ、この素材 L サイズだ。私配信とかでライブとかでもインスタとかでも言ってたんですけど、ダボダボにいつも着てるから、ダボダボなら L サイズで、ぴったりサイズなら M サイズって言って、ありがとうございます。ちょっと袋がさ、直接さ、ボンってされてんの、すいません本当に、ありがとうございます。ダボダボサイズで着れる、大切に着ます。お次、重っ、なにこれ、どうしたこれ作ってくれたんかな、多分そんな感じやんな、なんだかわいい。わー、あ、これも作ってくれたんか。じゃあちょっと待って、ね、かわいい、見て、すごい、わー、すごい、ソエルだ、ありがとう、ソエル。
あ、なになに、分かんない分かんない、これ開けていいもん、わあ、すっごい、なんか中に入ってんねんけど、なにこれ、なにこれ、なに、見えない、ちょっと待って、中身見たい、なんか、クマか、これクマおる、エビ、エビが中におる、クマおる、エビ、クマおる、エビ、うわ、かわいい、描いてくれてる、すごいな、あ、こうやってこうやって描いてくれたんかな、よいしょよいしょよいしょ、関節折ってて、関節折ってて、あ、ちなみにこの中に入っているエビは自作なんだよ、エビってどれのことか、どれだろう、あ、クマおるエビか、え、これ自作なの、え、このエビ、嘘やろ、私がムメちゃんに会ったきっかけ、 YouTube のおすすめに流れてきててすごく面白くて、あ、 YouTube から、毎日見てて、私は学校長い間休んでいたけど、ムメちゃんが元気余って少し学校に出て、確かに今で学校にいるの、私の手作りなんだけど、ムメって書いてあるピンを作ってみたよ、あんまり自信はないんだけどつけてもらえたら嬉しい、もう一個はムメちゃんは水色って感じのイメージがあるから、水色系のものを集めて水の入ったピンの中に入れてみたよ、ここからもし動画に撮ってたら公開しないでくれると助かる、 OK、私のこと覚えてたら覚えてるよって言ってもらえると嬉しい、これ動画のことを考えて言ってるな、覚えてるよ、ありがとうございます、すごいな、みんな動画のこと考えてもう事前に手紙に書いてるっていうな、もうさすがやわ、みんなありがとうございます、飾って大切に使います、お次いきます、何これ、あ、あ、バラバラにされてるわ、やっぱりこれあれです、あのさっきのさ、イフとか堂々 の上にこうやって刺すやつやと思う、あの分かるんですよ、あのディスコードで私その人のやつ見たことあるから分かりました、ありがとうございます、これもや、ありえへん、マジでありがとうございます、飾ります、お、で、なんか重っ、なにこれ、お手紙、お団子か、あ、タンプレ、お品書き、 T シャツ、なんか可愛いと思っただけでプリントに深い意味はないよ、2個目、謎の出雲大社のお土産コーナーで見かけてつい、3、バッグ、レモン苦手だったら誰かにあげて、パックか、ごめん、ありがとう、もうほんまにバラバラでさ、で、これは何、え、な、読み込めるってこと、読み込んだらハッピーバースデームメちゃんって、あ、すごい、こういうこともできんの、ありがとうございます、すごいな、現代やな、こんなん、お次、でん、真っ黒、なんだこれ、うわ、ぬいぐるみだ、かわいい、ディズニーだ、私この前ディズニー行きましたよ、あ、かわいい、のりおとのりこ、のりおとのりこ、のりおとのりこ、お、かわいい、マイクラだ、しかもネザーライトの剣、シャーペンかな、ペン、ツナマヨだ、ありがとう、ツナマヨ、もっと早くから押していたかったと後悔しています、すごい、ありがとうございます、ちゃんと読ませていただきます、後で、かわいいな、のりおとのりこ、お次、なんか、なんかついてる、初めて見た、待って、わかんない、これは香水ってことを学んだ、お手紙入ってる、愛してる、時間なかった、テルハシ、ありがとうございます、テラハスさん、テラハスさん、ありがとうございます、この方はね、あの、まあ、イベントにも質問当てたんですけど、そう、あの、もう何度かイベントにも来てくださったり、あと配信とかも毎回来てくださったり、もう結構あの頻繁に現れてくださる方なので、すごい、そう、常連さん、指輪、ありがとうございます、 これ指輪ってやつですよね、いわゆる、ちょっと使わせていただきます、おいおい、全然完全に狙ってるじゃん、私のこと、ちょっと待って、照れちゃうな、ありがとうございます、さすがテラハスさん、大切に使います、お次いきます、ほい、何、
待って、なんか指輪もらった、ちょっと待って、ね、今の流れはさ、ちょっとさ、むめちゃんへ大好きです、ルカだ。オンラインサロン入ってる人は認知してくださるってむめさんが言ってたけど、まだ認知されてるか不安なので、フィマートからインスタルカで送ってくださると嬉しいです。むめ T シャツ買いました、めっちゃお気に入りです、最後に伝えます、大好きですよって、ありがとうルカ、指輪先ありがとうございます、大切に使います。今の流れはさ、ちょっとお次、ででん、これは何だろう、てかさ、まだこれ1個目やんな、1箱目やんな、すっごいな、ちょっとみんな、お、かわいい、これ絶対クマエビを意識して、バナナバーム出たよ、 TikTok で来てくれたら嬉しいです、パンダだ、ありがとうパンダ、後でじっくり読ませていただきます。バナナパームと、私な、しましまの服なあんま持ってないからマジで嬉しい、ありがとうございます、来ますね TikTok で。お次、うわー、お手紙バラバラ、これもともとバラバラやったんかな、分からへん、ヒロト、なんかさ、いっぱい書きすぎちゃう、1,2,3,4,5 枚書いてんねんけど、字かわいい、2枚目3枚目でちゃんと綺麗に書いてくれてる、あ、なんか褒めてくれてる、私のいいところを。やっぱ1枚2枚じゃ抑えきれへんかったか、彼氏ができたらやっぱ寂しいけどファンだから口出しませんこれも全てもめちゃんの会人として尊敬して、まだまだ人として短いものが嫉妬しまうしてしまうことが多いです、生まれてきてくれてありがとうやって、ヒロト、ありがとうございます、ヒロト、こんな長文じっくり読むね、すごいな、むめゆうとだ、バスの中で書いたので字が汚いです、すいません、夜行バスできたやろ絶対、ありがとう、ヒロト5枚書いてくれたね、いや嬉しいですよね、ありがとうございます、もう今そう、この方モデレーターなんですよね、このゆうとって方も、あのイベントに来てくださってる方なんで、ありがとうございます、ゆうと、わかんない、なんか二重になってる手紙が、待って待って、どれから呼べばいいんだ、無名ハッピーバースデー、あ、すごい、 Twitter、TikTok、Discord、YouTube、Instagram のアットマークの ID 書いてる全部、怖くん、昨年の誕生日プレゼント動画で書いてる方がいて助かると言っていたので一応やってID、 すごい、ありがとうございます、怖く、お、してほしい企画とか書いてあんねんけど、ちょっと待って1週間毎日バナナバーム生活、1週間毎朝マイクラ配信、夜でも1週間毎日料理してみた、無印良品のバームクーヘン全部食べてみた、スイカ一玉大食い選手権、あ、制作時間24時間の TikTok 撮影の様子、50週耐久 TikTok 音源ダンステストなどなど、プラス誕生日プレゼント開封の儀、全然できたらで大丈夫、他のめめたみさん他何あげてるかも気になるあ、そういうあれもあるのね、プレゼント紹介、マイクラの松明、あ、琥珀やったんや、松明ありがとう、一番最初に紹介したやつや、そのまま使ってもいいけど使ってほしい使用方法があって、おーってなるはず、あー、そういうこと、壁にあの貼るっていうか置くってことやんな、無名マイクラ好きだしインテリアかなと思って、よかったら飾ってください、あとマグカップのやつや、あれも琥珀やったんか、ん、飲みすぎた時になるタプタプにして 50m 押してください、多分体調悪くなります、ありがとう琥珀、大切に使うね、いやほんまによかった、よかったマジで、これ何、あ、イエムジ、あ、ここに書いてあるやつ貼ってくれてる、イエムジすご、なんかこういう梱包の仕方あるね、メモで、何これ、すご、すご、むめちゃんが生まれた日、わしは47歳と114日でしたこの人おもろいよな、この人もあのオンラインサロンに入ってくださってる方で、こうなんか押されて、うわ嬉しかった、じゃあおじさんの決め手のセリフ、寿命が伸びたわみたいなの書いててさこの人おもろみたいな、当時は将来のことなんて何も考えておらず、付き合い始めていた彼女と梅のことばかり考えてました、何を書いてんの、ちょっと待って、リールに、あ、 TikTok を呆然と見飛ばしていたある日、リールにたびたび流れる現れるあなたに惹かれ、
最初はこの子 AI なんじゃないかと勘違いしていたりしましたが、毎日更新される動画にだんだん魅了されていきました。当初はエロいお姉さん等々いろいろな人をフォローしていましたが、正直ムメちゃん以外はすぐ上げてしまった。何を言ってんの。知れば知るほど好きなムメちゃんですが、マジでおもろいな。ここからはわしの妄想なので、ムメちゃんと夢を食い違っていたら笑い飛ばしてくださいって。5年後のムメとか書いてんねんけど、どうでしょう、ムメちゃんならできそうなことばかり思います。来年の夏休みにもベース1本持って、持ってママと一緒にニューヨークあたりで遊びに行ったら飛び箱も飛ぶきっかけ。何を言ってんの、わかんないわかんない。ちょっとやばい、この人癖強すぎて、なんこれ、最後なんこれ、個性が出てるわ。ありがとうございます MG さん。もうな、手紙ってさ、それぞれのさ人の個性が出るからさ、嬉しいよな。最後分かった。お、ケイト、僕って幸せ者だな、はっはーん。最近僕はずっとムメに嫉妬しています。なぜなら誰かさんとのコラボが多いからです。誰とは言わないけどね。うん、プレゼントの子たち気に入ったら教えて、またたくさん買ってきてあげるから。これやな、なんか入ってる、絶対これの子だよな。ムメのことは死ぬまでずっと押し続けるからよろしくね、ずっと大好きです。やけて、ケイトありがとう、本当になんかみんな嫉妬って言ってる、申し訳ない。いやもうこれからも頑張るんで、ありがとうございます、たくさんお手紙。お次いきます。お次は、うわめっちゃ楽そう、 L サイズだ、ありがとうございます、大切に着ます。お次、お、一つの段ボールがもうなくなりかけです。なんかいっぱい入ってる、いくで、いっぱい入ってる、なにこれ、シェーディングやって、すごい、アイシャドウ、値段書いてるけど大丈夫かな。すごいな、あ、やっぱみんな水色を選んでくれてる、ありがとうございます。これ誰だろう、ごめん、わかんないや、申し訳ね、ちょっとコメ欄に書いてください、これ私だよって。何分何秒これ私、あ、何分何秒これ私って言ってくれた方が助かるかも、自分が飛んで、あ、これかっていうのがわかるから、ちょっとお願いします、ありがとうございます。お次、これでラストかな、お手紙、ムメちゃんへ。お、しのちゃんと ID も書いてくれてる、やっぱみんな ID 書いてくれんねんな、ありがとう、これは助かる、あとでちゃんと読みます、ありがとう、しの。お次、もしかしてプレゼントの中にこれが入ってたかもしれんな、それほんまにそういうの、うわマジで、これ何、コーチだ、わ、お財布、かわいい、コーチのお財布やって、めっちゃかわいい、待って、あ、このサイズがいいな、なんか、ありがとうございます。これも誰かわかんない、誰だろう、ありがとうございます。待って、どなただろう、ちょっとコメ欄に書いてください、すいません。じゃあちょっと1個目の段ボールの中身のご紹介でした。まだまだいっぱいあるので皆さんついてきてくださいね。次2個目の段ボールいきたいと思います。よし、抹茶マシュマロ、さすが、誰だろう、ありがとう。お、何これ、お土産かな、どこのやつなんやろ、大分と書いてる、ありがとうございます。食べますと、出たー、ポテトチップス、のり塩。でもな、のり塩な、めちゃめちゃ食べる期間と全然食べへん期間があるね。めっちゃ食べる期間はずっと食べてんねんけど、ほんまに食べへん時はマジで食べへんねん。ありがとうございます。今めっちゃ食べる時期なので食べます、ありがとうございます。お次、バカ、こういう運費見ます。うん、本当に運費だった、本当、あ、ここに刺すのね、こうやって、なんかみずみずしい運費やな、ありがとうございます。お次、かわいい、こういう感じの帽子あんま持ったことないから嬉しいかも、しかもオイルやし、ありがとうございます、使います、インスタ映えになりそう、てかありがとうございます。次、バナナバーム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 、宇治抹茶バーム、バーム、
配信で止めます。ありがとうございます。次、あ、なにこれ、うわ、なにこれ、な、え、かわいい帽子だ。え、なんかさ、港区女子、え、なんかかわいくね。うわー、やばい、港区女子になっちゃった。ほら、いや、私あのキャップとあのバケハしか持ってなかったんで、マジでこういう形の帽子嬉しいです。あと配信でもあの帽子結構最近ハマっててみたいなこと言ってたんで、多分それでかな。ありがとうございます。お次、ででん、なにこれ、折れ目ができてしまって本当にすいませんって書いてある。なにこれ、なにこれ、なに、メガネ、これもしかして。え、すごい、すごい、ソードアートオンラインみたい。しかもいろんな色にも、え、もう天才やな、まじ。ラッパのムメイ、ラッパのムメイ、超パリピーなムメイ。ありがとうございます。動画で使います。ありがとうございます。お次、でかっ、なにこれ、うん、なにこれ、積み込まれてる感あるかも。どうなろう、ノンフライ、ゆず胡椒、ポテトチップス、美味しそう。ありがとうございます。あ、絶対これ積み込まれてるかも。いや、わかる。いや、でもそうやんな、多分。申し訳ない。誰か分かったら言ってください。ありがとうございます。え、この、私、ポケモンあんま詳しくないんですけど、こんなの、こんなんいるんですか？かわいい。かわいい！キュッ！キュッ！キュッ！ありがとうございます。と、お次。バナナバーム、ショーキー、宇治抹茶、バナナバーム、バナナバーム、無印良品。ありがとうございます、ショーキーさん。ありがとうございます。お次、これなんだ、メッセージデザインって書いてて、なんか新しいキャラ増えちゃったよ。かわいそうに、こいつも投げられるみやと思わずに。ありがとうございます。ここに名前が書けるみたいなんで、ちょっと後で考えて書きます。ありがとうございます。お次、バスボムかな。ありがとうございます。 お手紙も入ってる。 K より、うん、ありがとうございます。大切に使いますね、このバスボム。てか、あの、今日お風呂で使います。ありがとうございます。めっちゃいい匂いする。ありがとう、本当に。お次、誰だろう。イエーイ、バサシジャーキー。バサシジャーキー、初めて見た。バサシジャーキー食べます。ありがとうございます。ティッシュ定期的にくれる。あ、ハリボー、待って、何キロカロリー、わかんない、悪魔。食べます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、イエーイ、ベニモタルト、ありがとうございます。私これあれやんな、沖縄やんな、ベニーモタルト大好きで、チンスコーとベニーモタルト、ベニーモタルトが大好きなんですよ。もうあの小学校の頃、友達ん家行ってベニーモタルトあるかまず最初に探してたんですよ。そしたらほんまにあったから、あのマリオカートしながら食べてたっていう思い出があって、そっからマジで大好きで、ベニーモタルトが。配信で食べます。ありがとうございます。もう私の食べ物が増えてってる、かなり嬉しい、心の余裕ができちゃってる。と、あとこれ何？何？クリーパー！クリーパーいる！ありがとう！クリーパー！何何何？なんか、かわいい！大好きなムメチ家やって、ちょっと待って。あ！コラジュのほっぺ！ありがとう、コラジュのほっぺ！かわいい。なんかウエスト細くなってるけど。毎週水曜日のライブなのがめっちゃ楽しくて幸せですやって、もうそんな言われたらさ、毎週っていうか、毎日したくなるような。でも、あの、YouTube 配信も、あのライブアーカイブ残ってるので、あのぜひ見てください。ありがとう、コラショー。何これ、サンリオ、あーごめん、大型、あーごめん、大型、ごめん、大型、許して。お菓子、イエーイ、普通に箱かと思った、ラスクや。うわ、ありがとう、104キロカロリーやったっけ。ありがとうございます、大切に食べます。かわいいな、普通に箱として使える。ありがとう。次、イエーイ、マイクラ、しかもネザーライトのやつ、
これメザル魚がな一番あれなんやで、あの強いんやで。私カロリーメイト食べたことないよ。食べてみたい。ありがとうございます。イエーイ。お次行きます。てってでー。はっはー。松明は、イエー、鉄の剣がまあ一番まああのみんな使うかなって感じ。まあ木と石はまあ最初に捨てるかな。やっぱ鉄やろ。ダイヤもネザライトもいいんやけど、やっぱ鉄かな。安心するもん。ありがとうございます。あ、次、自作プレゼント。このさっきも見たぞ、この人。ウンピーをくれた人やな、これ。次は自作バージョン。わぁ、作ってくれたんだ。うわぁ、なんかさ、いつも私さ、DM のメンションとかでさ、あの、作ってくれたやつをさ、こう、見てんねんけどさ、初めて手元に届いた。なんかおもろいな、自分なんかおもろい。あ、なんか無名って書いてる、しかもこんな感じ。自分のグッズっておもろいな。ありがとうございます。大事に保管します。ありがとうございます。お次。お、なんかザ・プレゼントって感じの。お、この子も3枚書いてくれてる。イエーイ。あ、もうハニーワークスって書いてる時点でトヨってことが分かった。もうこのトヨって方もオンラインサロンの方で、ちょっとあの VIP の方やったんですけど、ちょっと終電が間に合わなくて早めに帰らはった人で、全然あの喋れなかったんですよ。あ、悲しい、マジで。ありがとうトヨ。まだ中身見てないわ。あ、スヌーピー好きって言ってたな、トヨ。ありがとう。シュシュと前髪クリップとヘアターバンやって。かわいい。ありがとうございます。大切に使います。お次。おもっ。なんかおもろいね、これ。なんこれ。オレンジ食ロ。自分がいつも食べてるやつやん。これ私いつも食べてるやつ。このあの種類のオレンジショコラじゃないんですけど、食べてるのは。今日も買いました、あのブルーベリー。ありがとうございます。さすが、知ってくださってる。ムンクが好きな手紙読んでほしいな。なん、え、ちょっと待って、なんかお花、お花、わかんない、ちょっと待って。なんか、なんかさ、番号振り付けてあんねんけど、わかんない、わかんない、なにこれ。ちょっと待って、17とか書いてる。16、7、12。開けていくって感じかな。いや、ありすぎやろ。あ、これで最後かな。ちょっと待って、順番に開けていくか。1番これか。おソロのやつと疲れを取るやつ。まあ、だいたいムンクっていう人、私の無名なんですけど、あの、みんなそれぞれあだ名なんか言ってて、ムンク、ムメ、ムメイとか、ムメジとか、さっきのムメチーズとか。まあ、ムンクって呼ぶ人は、イチゴかけっていう人しかいないんですよね。花びらの、やつ。かわいい。と、マイクラ。いつも、あ、これが純サーマンってことなんかな。ありがとうございます、マイクラ。ネザーにおるやつな、これ。知ってる知ってる。ありがとうございます。次、2番。携帯に貼って冷やす。あー。カイロもあるし、あの、こういうやつ。ありがたい。私いつも配信とかで、あの、電波悪いとか、なんか熱くなってるみたいな。そう、あの、私よくあの携帯が配信とかするから熱がこう困りやすくて助かりますね。ありがとうございます。確かに何個あってもいい。ありがとうございます。次、3番どこにあったっけ。あー、3番取れてる。でもこれかな。でもこれ4番も取れてる。多分どっちかなんやろうな。配信でやってもいいんだよ、ムッキムキになってね。ちな、私は握力31キロ。31すごいの。私25とかで握力を鍛えろと。あ、これユリホンのやつじゃん。これで鍛えるのね。 OK 4番。ムンクのママさんのプレゼントです。疲れを取ってください。ムンクを産んでくださりありがとうございます。やって、いい子すぎん。うわ、お母さんの好きなやつ。大好きなやつ。え、すごい、ありがとうございます。汁まで美味しいやつね。いやいやいや、キモ。なんかお母さんイチゴが好きって言ってたんで。ちすごいな。この子もあのオンラインサロン入ってくださってる方で、あのお母さんがこれ使ってる時はお風呂入らんと。え、じゃあ私はあのラーメンのやつ使うしな。もうだしがやっぱり、そうそう、にこれ入れるから。メンマみたいな感じで。チャーシュー気取ってんのよ。具なしのチャーシュー入りの豚骨ラーメン、豚骨ラーメン。5番いきます。チー牛にどうぞ。お風呂で使ってください。また兄弟で TikTok 撮ってほしいやって。
後で弟に渡します。ちょっと弟寝てて。これめっちゃ好きやで弟。何知ってんの？言ったっけ？と？お家でサウナやって、こう普通に私が使いたい。ありがとう。私これこれ、うん、こうマジでこういうの弟めっちゃ大好きなんですよ。こういうなんかケミカルってケミカル伝わる？こういうあのパチパチ系弟大好きなんですよ。さすが。あ、なんかもう一個あった。これ私の分やろ。なあ。こ, ね、これみんなこれちょいちごかけこれ分かっててやってるやろ。きびだんご好きって絶対うわ悪いやつマジで最低やなこれ。私が食べます。ありがとうございます。と6番家族で分けて食べてね。好きそうな抹茶入れといた。全部一人で食べたりしないようにね。ほら怖いよ。宇治抹茶バーム塩チョコバーム。ラストはいちごバーム。バームバームバーム。多分いちごがけは私弟母のやろな。父はありがとうございます。私のおすすめのお菓子、作業中とかに食べてダイエットにもいいらしい。わあ、いちごがけのその人の好きな食べ物とか知れるのは嬉しいよね。あーなんかめっちゃ前の配信で食べた気がする。てる。おーい、きびだんご入ってる。わざとやろ絶対な。こんな分けて入れる必要なかったよな。ねえほんまマジでおもろい。8番、最近ライブで食べてたから買った。ライブで食べてほしいな。もうライブのことまで考えてちゃう。春雨スープ。おにぎりに合うやって。私あの春雨スープを最近食べててライブで食べてたんですよ。確かに最近食べてなかったライブ。すごい、いちごがけ。あ、9番、10番、11番ってことな、これ。理解した。ムンクが好きな私の手づくまがたま。あー、ちょっと待って。知ってる、知ってる、知ってる、知ってる。え、まがたま。あ、ほんまに作ったんや。こう学校で作るやつ、ほら見て。と、見て、M。かわいい。ちょっと。これ言ってたあのインスタのメンションでこれ書いてるなって制作途中の様子をメンションであのタグ付けされててそれを見てた。すごい本物や。かわいい。センスあるわ。ありがとういちごけ。うん、なんか婚姻届来ちゃった。なんか待って、婚姻届来ちゃった。しかもさ、いちごがけご飯かと思ったらさ、いちごがけご飯なんやな。うん、初めて知った。妻になる人いちごがけご飯、妻になる人無名。しかも、メイなんやな。初めて知った、それも。父、いちごがけルパン。母、いちごがけおかん。何やってんの？もうおもろいな、センスあるな、いちごがけ。モチベ上げてくれたらいいな。あと、髪飾り。お、14、15で。うわ、すごい。待って待って待って。かわいい。髪飾りや。何これ。ムンクの好きなところ50やって。うわぁ。裏も書いてるちゃんと。すごいすごいすごい。びっしり書いてんの。たくさん食べるところ。無名として生きているというところ。何でもありやんもうこれ。あ、そういうこと？裏はやってほしい企画やって。あのさ、あのファン、なんかさ、私のファン、フォロワーさんってさ、なんか先読みするような。配信のことを、このことを考えて送ったりとか。こう思うやろうなと思って入れたりとか、あと企画を考えてくれるところいいね。え、普通に助かるこういう企画。あ、爆食企画さ、2個目やで、かぶってんで。あ、普通にありがとう、助かる。さすがやな。16番、手作りの飾りとインテリア。これも手作り？なんか入ってる。うわー、なんかこういうの自分持ってたな。あの買ってもらってた昔。手作りってすごい。トゥ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 。ありがとうございます。何のことかわかるかな。ムンクが好きな手紙読んでほしいな。最後にお手紙だ。なんかさ、手紙の量じゃないんやけど。なんかさ、これ使っていいやつ？これ読書感想文に使うやつじゃない？なあ、夏休み。なんかこれ大丈夫？怒られへん？これ、先生に。ちゃんと読書感想文ないけど。え、な、本当に大丈夫かな？これ使っていいやつ？いい用紙？こんなん絶対罰されるで、読書感想文。こんなん、大丈夫か？なんか誕生日おめでとうとか言って、後で読みますね、これ。ありがとうございます。え、かわいい。無名って。
ムンクへ、う、む、ムンク、む、ムンク、む、ムンク、う、なのだな、言える？はは、なのだ、いえ、七一が一、七二十四、七三二十四、七、七四二十四、七一が一、七二十四、七三二十一、七四二十四、七五三十五、七六四十二、七七四十九、七八五十六、七九六十三。ぶんねぇ。ぶんねぇ。言えるよ。ほんま、いちごがけ。の、今日 VIP で見ていたいちごがけだよ。わかりやすい。オンラインサロンに入って距離が近くなったとか思って毎日叫んでる。いつか勘違いではなく本当に距離が近くなれるよう本気で推し活する。いやもう近いやろ、十分に。あと、文句に言ってほしいことがあって、6日後大会があって、バレーボール応援してほしいです。おねしゃす。もうさ、いちごかけご飯へ、大会バレーボール頑張ってね。ありがとう。もう終わったんかな、大会。お疲れ様です。どうでした大会は。ぜひコメント欄とか DM に書いてね。それでは感動するかもしれないんで、後でハンカチ持って部屋で見ますね。ありがとうございます。おもろいなぁ。ありがとう。あれやな、いちごかけは楽しませることが好きなんや。なんかめっちゃサプライズって感じやん。まんまと乗ってるわ。ありがとう、ほんまに。じゃあ次行きます。おっ、ででん、はい、ニュース。わぁ、いっぱい入ってる。クラブクレンザー、トリートメント、リップトリートメント、ハンドジェル。いい匂い。こういう系、めっちゃいい匂いな。ありがとうございます。ちょっとこれもどなたかわからないんで、ちょっと誰かわかる方いれば、言ってください。すいません。お次。これ誰かわかるで。もんちゃん。もんちゃんって方、もう、オンラインサロンの方なんですけど、なんか、個性的な方で、なんかさ、よかったよ、お母さん切らしてたからさ、ちょうどトイレットペーパーじゃなくてよかった。キッチンペーパーに進化してる。なんさ、このさ、1回はさ、変な人がいるの。さ、プレゼントにキッチンペーパー送ってくる人がいるの。これなんか前もさ、プレゼント開封でさ、なんかありがとう。次、もんちゃんの名刺。もんちゃんの名刺やめてくれん、ちょっと。さ、もんちゃん名刺さ、ちょっと。子さんや総合の方からの学び。やっぱみんなモデレーターにしてくださいって言うねんな。手紙で。モデレーターって大変じゃない？いや結構大変やで。みんなそうなりたいなりたいって言ってるけど、だって毎日来てくれて、で自分が発信するやん。例えばファンクラブ、オンラインサロン作りますとか、グッズ販売しますっていうのも言ったら、それをみんなまとめてコメントに、それを何回もこう送ったりとかして、あとメンションとかストーリーとかもいっぱい反応してとか。いやそうやから、結構モデレーターさんってめっちゃ大変なんよ、みんなの思ってる以上に。かなり多分私以上に多分みんなモデレーター大変で、だってあれ私が知らん情報もモデレーターさんの方が詳しいから。それは意味わからんけど、イベントとかで敬具って、もう礼儀正しいな、ほんま。ありがとう、もんちゃん。これいきます。なんだこれ、ソロ式。かわいい。これさ、ピアス、ピアスや、すごい。私耳開いてない、開けよっかな。ピアスキラキラしてる。すごい、私こういうの持ったことない。ありがとうございます。ピアスなんで服のピンバッジみたいにつけようと思います。すごい可愛いの。とグッチ、なんかもんちゃんわかんないな。わお、レベチなんやけどちょっとわからへん。すごい、これ腕につけるやつやんな。え、なんかさ、いや、え、なんかもんちゃん何者？キッチンペーパーとの落差がすごいんや。おかしいんやって、マジで、もんちゃん。ありがとうございます。普通にプライベートでもつけたいと思います。と、次。これ何？ん？え、何が入ってんの？ニンニク臭！めっちゃ、超ニンニクの匂いする。あ、絶対そうやわ。すごい、黒ニンニクよ。何これ、何これ、わかんないわかんないわかんない、何これ。もんちゃん渋すぎやろ。七つ星を 100% 使用しています。なんか良さそう。ありがとう、もんちゃん。
玄米が美容と健康にとてもいいことは多くの方々にご存知です。ところが実際には食べにくかったり手間がかかるので毎食食べ続けることがなかなかできないのが現状です。ありがとうもんちゃん、最初キッチンペーパーでよかった。ありがとうございますもんちゃん、大切に使います。次いきます。じゃじゃん、なにこれ、エビだ。多分サイズがぶっかぶかだと思います。許してちょんまげ。服かな、あ、なんかこれ見たことあるぞ、シーンで。シーンやもんな、だって。わ、このサイズ結構楽。しかもあのゆるゆるで薄いから。で、これ腰にベルト当てるやつやろ。これ一回買うか迷ったもん。ありがとう大切に使います。次いきます。じゃんじゃん、カンガルーの帽子や、イエーイ。わ、あ、結構いい、この感じ、深み。あ、結構いい、いいね。ありがとうございます。これは何、てかこれ誰、ヤナポスか。お、ヤナポスも3枚手紙書いてくれてる。気づいたら大学生でびっくり、毎日見てるし母の目になってるわ。なんやね、いつもありがとう。 TikTok とか YouTube 生配信、ファンクラブまで作って、グッズも作って、今回の生誕祭もやって、短期間でたくさん頑張ってる上にファンのこともめちゃめちゃ大切にして本当にすごいと思う。私目線で考えてくれてる。そうなんですよ、この今年結構いろいろ新しいことして、そういうところも気づいてくれるの嬉しいな。ムメイがたくさん頑張ってるから、それがうちらムメタミにちゃんと届いてるからだよ。絶対に当たり前かもしれないけど、何様って感じだけど、自分はそう感じて実際伝わってきてる。死ぬほだから死ぬほど応援するし、めちゃめちゃ課金する。わら、何を言ってんの課金が全てじゃないよ。前回のタンプレも使ってくれててめっちゃ嬉しい。19歳 JD 楽しんでね、大好き。本当はきびだんご入れようとか思ったんだけど食べ物ダメだった。え、食べ物いっぱい送ってきてあります、ありがとうございますヤナポスありがとう、いつも。ヤナポスもな、センスあんのよな。そう、去年も送ってくださって、あの普通に動画でも使ってたりして。わあ、かわいい。ポニーテールで後ろでこうやってできる、センスある。さすがヤナポス。まあ、ヤナポスやから絶対こういうのはセンスあるで。ほら、またスカートな。もう私もう TikTok で着てそうやもん。え、かわいい。わ、かわいい、かわいい。しかもリボンもついてる。フルセットやないかい。しかも青色やし。これで、いや、ツイン、ちょっと高めのツインテールでちょっと薄めのメイクして。 OKOKOK、 もう構成考えた。 OKOKOK、 TikTok で使う。ありがとうございます。さすがヤナポスです、ありがとうございます。お次行きたいんですけど、なんか直接入ってたんですけど、これ何、服が直接入ってる。ねえ、本当に誰かわかんない、ごめん、マジでごめん。けどありがてえ、イングや。あ、イングの袋あったな、買ってくれたんや助かる。え、助かる。私緑の服持ってないから、ありがたい、ありがとうございます。イングの服ありがた、ありがとうございます。お次、アンパンマングミ、なんか入ってた、ありがとうございます。次、ズン、なんかお手紙。今回あげたプレゼント、ぜひ動画で使ってください。あ、モルか。ムメちゃんもケーキ食べましたか。私はムメちゃんにケーキ作ったんです、インスタにあげたので見てください。そう、あのケーキを、あの推しがいないケーキ、推しがいない誕生日会みたいな推し活をみんなしてくれてて、あの私めっちゃそれ憧れやったんで、めっちゃ嬉しかったです。あ、モルカーや。ずいぶん前にもムメちゃんがモルカー好きって言って、その時にモルカー取ったらめっちゃ量多いです。これから郵便ででっかいモルカー送ります、楽しみにしててください。また送ってくれんの。一番あげたかったのは光るサングラスみたいなやつです。あ、あれか、さっきのやつや。めちゃこういう系統好きかなと思って買いました。うわー、モルありがとう、ありがとう。あれがモルだったのね。だんだんみんなあの答え合わせみたいになってて、すごい良かった、嬉しい、ありがとうございますモル。これな、誰かわかるで、ルカちゃんやろ。あのVIPの方なんで、あのしかもインスタのストーリーでこれも一緒にあげてくれてたんで、もうそれはもうチェックしてるんですよ、いつもインスタのストーリーで。これ何、おお、バッグじゃん。え、なんかかわいい。やっぱほら、ルカチュンって書いてる、やはりな。え、かわいい、なんかちょっと待って、ルカチュン、え、かわいい。ルカチュンってなんかあの韓国系が好きなんじゃないちゃうっけ、ごめん、違かったらごめん。でもなんか黒白のイメージがあんねんけど、ルカチュンって。もうな、あのファンのことな、
みんなの思ってる以上に私知ってるんよ、みんなのこと。この子はこういう系統やなみたいな、だからこういう動画にしようとか、そういうのを結構考えてる。めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。え、ちょっと待って、こういう風にも使えるよと。天才、さすが、さすがうちの子や。これ動画でも使うわ、絶対絶対使うわ。これアイシャドウやって絶対可愛いやんな、こんな。前髪クリップありがとう、あのいつもなくすからマジでありがたい。お手紙、梅知恵、19歳のお誕生日おめでとう。これを読んでる時には YouTube の撮影をしているのかな。ルカチュンいるなら出てきて。もししてたらルカチュンに一言ください。ルカチュンいるなら早く出てきて。どこにいるの。誕生日プレゼント喜んでいただけてますかねっていう下に、あ、今ムメちゃん TikTok ライブ始まりました。え、あ、そっか、よかったよかった。そうだ、水曜日に書いてくれてたやな、ありがとうございます。ありがとう、ルカちゃん大切に使いますね。もう女子って感じ、ありがとう。お次、重っ、重っ。赤色の方はブロガリアンローズの香りがするボディシャンプーで、白色の方はナルシスの香りがするボディシャンプーです。どちらかが気に入ってくれると嬉しいです。あまり高価なものではありますが、ぜひ使用してみてください。書いてないね、名前。誰？名前分からんかったからコメントで書いてほしいです。うわ、薬局の中で一番安いボディシャンプー使ってたんで、あの嬉しいです。普通にお恥ずかしながらありがとうございます。あの私普段あの高いものとか買わないし、だからこういうの普通に嬉しいです。ありがとうございます。これでツルピカになりたいと思います。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと2個目の段ボールが終わったので、当日でもらったいただいたものはもう紹介できたので、次は郵送で送ってくださったやつをご紹介したいと思います。これからいこうかな。なにこれ、これ誰かわかるで。いつかムメと太鼓の達人ができるといいなって思ってます。これからも無理のないように活動頑張ってください。大好きです、ケータ。ケータありがとうございます。この方も癖強いよな、太鼓の達人のケータ。なんかめっちゃでかいものが、でかすぎやろ、なにこれ。しかもちゃんとポテトチップス入ってる。私が持ってるポテトチップスって1人分じゃなくてパーティー用なんですよ。それよりでかいやつがあんねんけど、すごい、ありがとうございます。めっちゃ映えやん、こんな。さすが消えた。これも、え、何、ダイエットしろって、何、書類入れみたいな、無印で、あんない、これキャリーケース、自立収納できるキャリーケース。へえー、なるほどな。確かにレポートとかあるしな。ありがとうございます、ケイタ、ありがとう。なにこれ、ちゃんと水色、ありがとうございます。ケイタ、私のことをちゃんと分かってる感じがする。お、意味分からない。確かに、嘘で痩せろ、頑張れ。ありがとうケイタ。次行きます。かわいい、あ、メッセージ、前の誕生日のプレゼント開封の時の服、私のロールモデルですよって、嬉しい。え、名前、モチのなるきか、モチのなるき、ありがとう。ピーのムーに合う色を考えながら選びました。ダッフィーは私とおソロです。私はシェリーメイを持っています。あ、おソロ、かわいい、ありがとうございます。使えますね、ありがとう。モチのなるき、ありがとうございます。届きました。次、かわいいアイコンですやって、リノハちゃん、ありがとうございます。すごいかわいい、ムメチアエグ、ちゃんとアイコンまであるから誰かわかりやすい。ここまで沼った女、え、あ、違う、ここまで沼ったのはムメチが初めて。びっくりした、女って書いてるんかと思った。で、これ何、使ってくれたんや、バツって、すごい渋ー、あれの葉渋ー、急に渋ー。青オンリーのお菓子集めました。うんちくんめっちゃお気に入りです。可愛いですよね、ほんまや、うんちくん。青ばかりのもんちゃうやん、茶色ゆるやん。ネックレス、スクイーズが入っているのでパンパンです。去年の開封動画でピンクゴールドが好きって言ってたので、ムメちゃんに似合いそうなものを選びました。ちゃんと見てくれてる、ありがとう。生誕祭行きたかった、ムメが活力です。
うんこです。マジもちもちで気持ちいいので触ってみてください。うんこです。すごい、なんかほんまに手作りって感じ。嬉しい、こういうの。ありがとうございます。もう気遣いもちゃんとできる子。いや、3枚も爪爪で書いてくれてる。いい子すぎ、りのは、ありがとう。次、お手紙。むむちへ、あーちゃん。あーちゃん、ありがとうございます。このメンバー無限認知、ありがとう。米会社や米派、いろいろな神対応が多くてめっちゃビビります。めっちゃビビります。めっちゃビビりますじゃないの。めっちゃビビります。今回ムムチにバスセットを選んでみました。最初初めて送るから遅れているか不安に。もうちゃんと遅れていますよ。ありがとう、あーちゃん。ちゃんと届いています。ちいかわだ、かわいい。めっちゃかわいい。バスソルト、ありがとう。使いますね。あのこういう、あの私お風呂が最近ハマってて、こういうの嬉しいんですよ。ありがとうございます、あーちゃん。大切に使います。次、お手紙読んでいきたいと思います。懐かしい、この折り方した。見て、この折り感じ、懐かしい。滋賀県の代表のインフルエンサーとして、これからも頑張ってください。ありがとうございます。ひろかずさんかな。ありがとうございます。めちゃめちゃ丁寧に書いてくださってる。ありがとうございます。ちょっと後でちゃんと読みます。次、プレゼントいきます。イエーイ。靴、え、かわいい。靴送ってくれんの、見て、かわいくね、めっちゃ。しかもほら、取り替えみたいにできるの。あるや、ありがとう。ちょっと待って、手紙を先読みたい。去年もお手紙でお祝いして述べてるかな。もちろん、ありがとうございます。梅ちゃん T シャツ可愛かったよ、やって。ありがとう。ある、私ね、あの白色の靴な、持ってないよな、あんまり。いつも黒ばっか、真のやつや。使いやすそう。絶対自分使うやん、こういうの。ありがとうございます。もう白と水色で統一されてる。ありがとう、大切に使います。ある、次お手紙読みます。なんか入ってる、かわいい。待って待って待って、ルナ、ムメチの堂々イフ毎日聞いてるよ、やって。はっ、この子あれちゃん、この前ディズニー行ったんですよ。でフォロワーさんに会って、なんか大好きで応援してますみたいな、この前お手紙送ったんですよ、一生懸命送ったんでぜひ見てくださいみたいな。そしたらその子が号泣してみたいな、私の名前あの R って言うんですけどみたいな。多分その子かな、確かそうやって気がする。多分その子、違うかったらマジで申し訳ない。最後にルナ大好きって言ってください。ルナ大好き、もう絶対分かってて言ってるやん。ありがとうございます。すごい、これもやってくれたんかな、作ってくれたんかな。これ多分エビかな。ありがとうございます。次、この丸見えのやついこうかな。TNT、 イエーポー。これはなんだ、なにこれ。ハッピーバースデートゥーユー。雪見の服、チーコフの靴下や、かわいい。髪飾りかな、かわいい。ふわふわヘアバンド、わー。猫耳カチューシャパール風やって、かわいい。とハッピーバースデー光るやつ。めちゃいい、お誕生日おめでとう、めめたみ全員より、ミクより。おお、なんかめっちゃ書いてくれてる。おお、すげえ。私のママがムメチへ。はじめまして、ミクのお母さんです。ミクは毎日ムメちゃんの投稿見るの楽しみにしています。ムメのチャージ、ミクのお母さんからいっぱい書いてくれてる。後で読みますね。なんかすっごい、もう至る所に書いてくれてる。ありがとうございます、ミク。次、わお、すごい、女神爆弾レン、ありがとう。めっちゃいい、なんかいい人ばっかやな、ムメタミ。レン、ありがとう。後でちゃんと読みます。ありがとうございます、レン。英語、めっちゃ綺麗。次、俺の好きな香り、好みのニュアンス、合えばいいけど、これでリラックスしてみ。せっかか。ムメ、お疲れ様。ムメの自己プレデュース頑張ってる。人を信じるの助けに。この先、俺のことを信頼できたら頼ってみてな。いい人やな。おー、渋い。いい香りするやつ。いや、ありがとうございます。あのこういうな、ちょっと和風系いいよな、持ってないんだよ。ありがとうございます。ちょっと今日寝るときに使います。ありがとうございます。せっか、ナイス。次、ゆうか、いえ、お手紙。ジーキレー、初ファンレター書かせていただきました。やったね。インスタはゆうかむめたみでやらせていただいております。あ、滋賀県一緒。あ、違うんかい。あ、お母さんが滋賀県一緒ね。コメントでかけっこ、とびっこ、元気っこって書いたのは私です。え、ムメちゃんの制服を見て、あーって思い確かめたところ、おばの母校でした。
9、どうしてファンマ×なのですか？な、×なのですか？やってファンマなんで×かというと、ゆうかありがとう。無名ってさ、なんもない無名、名前がなんもないって意味で無名、なんもない無名、なんもない×、なんもないっていうこと、ゆうか大切に読みます、ゆうかありがとう。次、お、箱も出てこい。なんかめっちゃ可愛くされてる。ハッピーバースデー、可愛い。これ開けていいかな、これで開き方合ってるのかな。開けます、じゃん、いいね、ごめんね素肌、ありがたいパックです、ありがとうございます。お、ルルラ、ありがとうございます。リップのやつや、あの唇パックのやつ、ありがとうございます。あま、ありがとう、字汚くてごめんね、やって、かわいい。え、すごい、こう持ちながら引っ張って、ちょっと待ってごめん、え、ちょっと待って待って、ちょっと待って、ちょっと待って、紐を引っ張ってね、ちょっとごめん、紐取れた、ちょっと申し訳ない。むめちゃんの好きなところ、これで引っ張っていくんかな、かわいすぎるみたいな、いっぱい書いてくれてるけど、ごめん、なんか取れた申し訳ない、ありがとう。手紙、うわ、めっちゃ書いてくれてる、1年前にしてくれてるよ、ありがとう。あの、かわいい、なにこれ、バラ、お花、え、かわいい、飾る用かなこれ、ありがとう、めっちゃかわいい、ありがとう、あま、ありがとう、あま、大切に使います。次、お手紙見ます。うん、うんちゃだ、うんちが回してるみたい、自分かわいい、あ、ハート作ってんのかこれ、めっちゃいい、人生初こんなに沼りました、そこから始まんの。自分はまだ学生なのでプレゼントが買えなかったです、なので手紙を送ることにしました。いや、ほんまに手紙だけでも嬉しいですよありがとうございます、うんちゃ、これからもよろしくお願いします。じゃあ後でしっかり読みますね、ありがとう、うんちゃ。次、なにこれ、カントリーマーム、じわりじわじわるバター、なにこれ、なにこれ、あー超ふわふわしてる、なにこれ、めっちゃめっちゃふわふわしてる。お、お、お手紙、誰だろう、匿名、ありがとう、配信を見てくれてるって、ありがとうね匿名、どうやった、生誕祭生誕祭されて嬉しいですよって、もうそこまで考えてる、なんかしっかりしてんの、ほんとちゃんとじわるな、これありがとう。お、なんかいっぱいおる、ありがとう、匿名の雰囲気が分かった、ありがとう匿名、大切に使います、ありがとうございます。次、お、なんやこれ、かわいい、みーだよー、やってみー、ありがとう。あー、見てこのシールって、あのグッズでここで使うの帰ってきた、わ、自分がいる、うめちゃんへちな、認知されてるかめっちゃ不安、プレゼントは美容系が欲しいって言ってた気がするから、美容系たくさんか知らんけど入れたよ、めっちゃ字汚くてすまん、開封動画撮ってたらむめたみに一言お願い。いつもありがとういつもさ、やっぱあれやな、開封動画撮ってたらなんちゃらこちゃらしてって、やっぱみんな分かってんねんな、すごいな。あ、かわいい、ティムだ、手首優しく支えるよ、やって、そういうこと、こういうこと、なるほどね、マイクラにこれ使えるってことね。お、ありがとう、角質、ん、ん、何これ、お試し版みたいな感じ。お、パック、ありがとうございます。パックはね、もう何本あってもいいですからね。お、何これ、なんか良さそう、絶対気持ちいいやつやん、これ大切に使います、ありがとう、み。次は後ろにあるこれいこうかな、でけえ、やっぱみんなプレゼント水色系を渡して、赤いたわ、ごめん、気のせい。おー、すごっ、裏見てね、え、あ、こっちか、開けてね、かわいい誕生日おめでとう、リンやって、リンありがとう。あ、これもあれや、こういうやつや、すごい、ちょっと待って、むめちへ、むめちへハッピーバースデー、私はむめちへをして今年で1年、1年半、長えな、
アンチに負けないでねやって、リンありがとう。よみんなこれ作れんな。わあ。なに裏見て、どうやって裏見んの。おお、2個目。私は5年生なの。いつか会いたい。リンムメタミって名前でやってるんで動画を見てください。ありがとうリン、大好き。リンで認知してくださいやって。かわいい、手作り感やばいな、かわいいな。あ、かわいい。なにこれ、ハイライトパレット。これもアイシャドウらしい。キラ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 好きなんやな、リン。ありがとうリン、このお菓子も含めて。ああ、大切に食べて使います、ありがとう。次、手紙。あ、ももんや、お誕生日おめでとうございます。なんかめっちゃ、あの手紙がめっちゃ頑丈にされてる。ありがとうももん。なに、あ、なに、クマ、めっちゃみんなクマ送ってくれる、かわいい、ありがとう。中、なんかできるやつかな。ありがとう。なんかエビがいっぱいおんな。なんか、なんか、え、なに、みんなびっくりすんで。どっくらいかな。あ、一個ずつ梱包されてんのこれ。なんかいちごがき形式、新しい名前つけちゃって。かわいい。これは靴下だ、スヌーピーの。ありがとう。なにこれ、ヒアルロン酸ハンギュトン、アロエの香り、10枚入り。あ、パックみたいな感じ。ありがとうございます。女の大丈夫は大丈夫じゃない。あ、パックね、唇パックね。ありがとうございます。そう、一個ずつ梱包されてんのおもろいな。あ、これモコモコになるやつや、ありがとうございます。あ、これもヒアルロン酸みたいな、気持ちいいなこれ。ありがとうございます。これも、あ、これちゃう、ちょっと変わったやつですね。なんか何種類か送ってくれてんのや、こういうの。かわいい、アクセサリーを。かわいい、ありがとう。あ、これさっき見たやつ、一緒のやつかな。あ、なんか毛が多いエビ、毛が多いエビ来た。アクセサリーを、ありがとう、かわいい、ありがとうございます。すごいな、いっぱい送ってくれてんな。しかも一個ずつ梱包されて。柚子の香り、フェイスマスク、ありがとう。前髪キープやって、ありがてー。ヘアピンよ、ヘアピンマジですぐなくなんねんな。ありがとう、しかも金と銀両方っていう、ありがてー。と、お風呂ににゃんこーぬを入れると虹の泡が出てくるよ。あれ、あのニコ生のさ、知ってる、みんな知ってるやんな。猫があの出てきて、虹色のよくなんかえ、みんなわかるやんな、ニコ生のやつ、あれになるってことやんな、つまり。ありがとうございます、ちょっとやってみたいと思います。お化け犬、ありがとう。もも、大切に使います、ありがとうございます。次、お、すごい。あ、しかもさ、パーカーの自分じゃねこれ。ハッピーバースデー、かわいい、すごいな、すごいな、これを作るってすごいな。わお、なんかいっぱい入ってる。むめいちゃんへ、ポッポムム、語彙力足りないの許してね。すごい、シールまで自分でこれどうやって作ってんの。めっちゃ書いてくれてる。友達にイフと堂々どちらも神曲、絶対聞いてみて広めていますやって。ありがとうございます、ポムム。いや、なんかさ、自分のさ写真をさ、こう貼ってくださる方が多いけどさ、自分風にさ、なんかこうやってんのすごいな、怖い。マリオなんやけど、かわいい、 L サイズやったの。かわいい、ありがとうございます。マリオ嬉しいな。あ、これな、友達に勧められたラムネ、まだ食べたことないねんな。ありがとうございます。と、あ、やったね、やったね、ありがとうございます。これ普通に美味しいよな。と、コーラ、なんで私がコーラ好きってこと知ってる。ありがとう、ポムム、大切に使います、食べます、ありがとうございます。次、お、なんこれ、ん、パーティー仮装、あー、かわいい、
ートやハート垂れてる。どうですか。いいねこれ、 TikTok に使えそう。ありがとうございます。これと、あ、これお手紙かな。袋に入れてる。しかも2枚、4枚、でも実質5枚やな。アーティストデビュー、TGC イベント、グッズ販売、生誕祭、ファンクラブ設立おめでとう。めちゃ努力が伝わる。あ、ゆうか、よぼよぼのおばあちゃんになっても応援してます。ゆうありがとう。ちゃんと中身あの見ます。ありがとうございます。あ、めめママ様へやって、すごいな、お母さん宛て、嬉しい。すごいな、お母さん宛てってさ、なかなかよな。嬉しい、これは普通に嬉しいなかなか、ありがとう。お母さん1枚やろ、自分4枚入ってるから。ありがとう。あ、パレット、かわいい、パーフェクトダイアリーや。え、かわいい、もう綺麗やな。ありがとうございます。お、これ何、パーフェクトダイアリーの筆とかなの。筆単体ってあんま持ったことないかも。ありがとうございます。大切に使います。女子って感じやな、めっちゃ。ありがとうございます。次、おお、うわ、私が住んでいるそこら辺のお菓子です。適当やな、アメリソ。家族の方と食べてください。すごい、波の目線描いてる。プッチやって、へえ、ウミリソって愛媛に住んでんのや。へー、ありがとうございます。プッチョ、なにこれ、ハッピーターンお好み焼き、お好み焼きソース風って、なにこれ、つけてください。丸、ウミリソもっと序盤からやってくれ。これ、これもう半ばぐらいやで、これなんかもうちょっともう終わりかけですらあると。あっ、出た、生もみじ。神、私生もみじ好きなんよ。あの修学旅行でもみじ、生もみじを食べた時にめっちゃ感動して、うん、バリ美味しくて、さすが、もうやるわな、海にそ、さすがやな。この海にそって方もあの結構押してくださってる、応援してくださってるファンで、さすが、分かってらっしゃる。かけてください。分かった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 。オッケーオッケー。でもな、これ埋めれそう。もう終わりやへんやねん、これ。ちょっともう言うの遅かったかな。埋めれそう。ちょっともうちょっと、もうちょっと早かったらなって感じかな。むめちゃんへ、1と9のおめでたい風船です。膨らましたの。あ、びっくりした。膨らませたの。死んでくださいかと思ったら、膨らました。膨らまして楽しんでくださいと。おめでとう、ほんまにびっくりした。ありがとうございます。自分家に1と9ないからな、ありがたい。これ何、トムとジェリーのトムです。私がジェリー好きなんで、恐ろしいですねはい、わかりました、恐ろしいですね。あ、こういう感じトムの首長の方ね。なんか普通のやつじゃないんや。 ありがとう、恐ろしいやな。ありがとうございます、ミネソー、いいですね。ちょっと食べて楽しんでいきます。ありがとう、ミネソ。次、かわいい、誕生日おめでとうって書いてくれてる。すごいな、え、なんかさ、衣装みたい、かわいい。めちお誕生日おめでとうございます。愛してます、結婚して、むめち、ごへへ、I love you、 大好き。むめちの髪の毛って人より、あ、むめちの髪の毛か。名前今思ったら普通に癖あるな。ありがとう、むめちの髪の毛なんかさ、自分の名前のあだ名をさ、つけるならまだしもさ、むめちの髪の毛ってもう誰かわからんやん。ありがとう。わぁ、わぁ、見て、イエーイ、カルパース、イエイエイエーイ、ありがてー、ありがとう。しかもココナッツサブレって普通に美味しいやつよ。 A 型やろ、絶対絶対 A 型やろ、むめちの髪の毛。これめっちゃ綺麗にだって梱包されてたもん。ありがとう。と、なにこれ、文房具セットです。系統揃えてみましたが、夏休み明けの学校とか部屋で勉強するとかに使ってください。あ、もう勉強する前提ね。 OK、 もちろん、まあ、普通に勉強するんでね、私も。ノート的な、うわ、ありがてー。で、これは、あ、マーカーや。確かに、あ、この系統好き、この系統かわいいな。グレー寄りの、白寄りの、ありがとうございます。つぶらな瞳っていうぬぐるみです。私もこれめちゃめちゃ好きなんですよ。推しが好きなもの持ってたら最&高すぎます。
確かにつぶらな瞳やな。瞳がまずどこにあるか忘れて、分からんかったけど、ありがとう。かわいい、確かに。言ったらかこれウインナーに似てない？イカなんこれ。つぶらな瞳ね。お着物です。ちょっと抜けてそうな顔が可愛くないですか？何が出るかお楽しみなので、私も中分からなくて気になるので教えてください。パンって入れちゃうの怖いんやけど。中身分からずにプレゼントするっておもろいやん。ほんまにやばい。ちょ、マジでよくなんもマジでビビった。ガチガチみたいな感じ。何が当たんのやろ。確かに抜けてそうな顔してる。何これ。しかもこれ光るらしいで。いっぱい種類あるらしい。スミスキー。暗くなるとぼわっと光を放ちますが、その生態は未だに謎に包まれています。今当てたやつは、待って、秘密のスミスキーや。やってレアのやつやった。ちょ待って当たったで。髪の毛、めいちゃん髪の毛、ちょ、あ、しかもこういう種類があるんよ。で、なんと私レアな方。え、ちょっと待って、え、ムメチの髪の毛すごくね。え、まさかの秘密のスミスキーでした。秘密のスミスキーやったで、当たりやったで。いいんかなこれ自分持ってて。ありがとう。当たるっておもろすぎやろ。お、あ、これ知ってる、筆箱ちゃん。この筆箱可愛くないですか？消しゴムは大変そうだけど、夏休み明けの学校で使ってください。課題ちゃんと進めてますか？心配いらねえ。何？わぁ！わぁ！ね、可愛いな、こんな綺麗に。エステ風呂。お塩で引き締め。安らぎお風呂。バスボムです。疲れを取ってください、お風呂で。匂い、移りが心配なんで、一つ一つ梱包してます。筋肉痛なうやって、ありがとう。ネックレスとチョーカーです。ムメちゃんが似合うと思ってつけてくれたら嬉しいです。梱包が下手。いや下手とか、そんな梱包してくれてるだけありがてえよ。チョーカー可愛い、ありがとう。大好き。キャンメイクや。これも梱包してくれたん、一個ずつ。なんて優しい子なの。ルルルンや。何本あってもいいですからね、パックは。うわ、え、待って、あのさ、ミニケープです。おかげで お出かけでとかで使ってください。ラベルとかないけど、ちゃんと使ってないやつですよ。ここの隙間がマスキングテープのために必要だということをさっき気がついた。私、こっちバージョン買ってて、でかいんよな。で、旅行先とかで、あ、ちょっとでかいなみたいな。さすが、普通にこれありがたい。これを入れることにセンスがある。大切に使います。ありがとう、ありがとう。次、お手紙です。うに、誕生日おめでとう。これから頑張ってレッセーター再現の罰ゲームみたいな。うめちゃんのいいところ350個書いたのあげようとしたけど、絶対いらないと思って入れないどいた。意味がわからん。いる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 。なんでなんで。あと、うちお誕生日8月23日。お、明日だ。お誕生日おめでとう。あ、そうか、お誕生日おめでとうございました。なんでウニ350個のやついらないって思ったの。いるやろ絶対に。そんな悲しいこと言わんでよ。かわいい、なんなんこれ。すっげーちゃんとしてる、ありがとう。かわいい、書いたんかな。なんじゃろうな。なにこれ。なんかみんな、あの、美容に気使ってねっていう感じがすごい伝わる。ありがてえ。アニマル急速タオル、ありがたー。でもドライヤー使わへんからさ。ありがとうございます。そう、これは何、パックかな。パックは何本あってもいいですからね。ありがとうございます。と、アクセサリーかな。ありがとう、大切に使います。ウニ、ありがとう。お誕生日おめでとうございました。
次。次はちょっとずっと気になってたこれ。マジで癖やりすぎ。何これ。無加工の時のじゃねこれ。バカ。かわいい。もう最初開けてこれってマジかわいいな。お、マイクラじゃん。天下のクリーパー。いいね、クリーパー。お、リップ。へぇ。かわいい。こんなリップ売ってんの。おしゃれメイクやって。かわいい。ありがとう。あ、これオイルね、ちゃん。ありがとう。と、これはなんかハンカチ的な。女子力高いな。小春、うん、大好き、もめち。この方は、地元のイベントにちょっとインスタでここに私いますみたいなこと言ったら来てくださって、ご家族さんと一緒に、うん、優しい。お、これはむめちゃんカラーですな。あ、ちょっと2枚目読んじゃった。ケーキいらなって書いてたけど、あれ実はケーキいらないからむめ欲しいって見てたんです。ケーキいらないになってしまいました。そういうことね。スタイルいいし濃いしやばいくらい尊いです。かわいいな。てかむめちゃん、サンリオキャラ誰よし、小春より。いや私サンリオな、誰が好きかな。サンリオあんま詳しくないんですよね。 C って言えばキティちゃんしかも知らないですかね。ありがとう小春、大切に使います。次、少なくてごめんね。ぬめいって書いてる。氷グミ。何これ、氷グミ、何それ。ありがとう。あ、やったー、イエーイ。何これ、すごい。作ったん、かわいい。定期入れよ。いつもインスタ、TikTok 見て癒されてます。ココナカ2個買っちゃいました。間違ってるかもしれない。すごい、かわいい。そういう使い方もあるのね。ありがとうございます。かわいい。あ、お手紙入ってる。みんなエビ書いてくれてんな。むめちゃんにモーニングルーティーンをしてほしいです。モーニングルーティーンか。あ、やったわ前、ナイトルーティーンの方やったんか。確かにモーニングルーティーンやってみたいかも。ありがとう。全然1個目取れない。ココナ、ありがとう。大切に食べます。ありがとうココナ。次、ほい、開けてもらったので。ちょっと、かわいい。なんこのエビ。シュプリーム。うん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 、どうですか、いい感じですか。ありがとうのの。キャップってマジでいいよな。ありがとうございます。次、てか手紙ないの、ののさん。サメ、むめちゃんにお誕生日おめでとう。なんでそれをさやろうと思ったん。めっちゃ画質綺麗やな。え、怖、大丈夫。ちょっと待って、自分なんか変な映ってない。 すげえや。字が独特で読めないかも、ごめん。いやいやいや、スナか。あ、スナ、ありがとう。結婚したいですか言ってんねんけど。早すぎやろ。ありがとう。何これ、サメ、サメ。なんかさ、え、結構分厚いん。え、すっごい結構分厚いん。おもろいよな。え、すごっ。違う、どんな顔してんのこれ。ありがとうございます、スナ。大切に 使います。読みます。ありがとうございます。おもろいな。次、パカーン。なんかクリスマスプレゼントみたいで、快適な眠りをあなたに。枕、低反発枕。で、でが、あ、いや枕や、普通にちゃんと。うー、じゃあ私さ、あのさ、寝れへんくて最近。ありがてーい。枕プレゼントってなんか高さ調整可能なの。へえ、すげえ。いいね。ちょっとお名前が田中さんしか分からなかったんですけど、手紙もなくて、ありがとうございます。あのコメントに書いてください。ありがとうございます、田中さん。ありがとう。ぐっすり寝ります。次、綺麗に梱包されてやがる。あ、お手紙。無名へ。
お誕生日おめでとう。いつもライブや動画を見て感元気もらってます。クメンや、クメンありがとう。わー、スタバだー、マジでありがとう。え、明日スタバ行きたいな。じゃあ明日スタバ行ってくる。これありがとう。え、かわいい。なにこれ、キャンディーミルク味やって。ありがとう、食べ物だ。ありがとう、いただきます。なにこれ、あ、じゃあマナだマナだマナだ、こうなんや。そう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 、こうこうこうすいな。うん、分かった分かった。そう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 、マナだマナだマナだ。ディオールってマジでいいよな。なんか、何これ、え、かわいい。待って、センスある。これ何、あ、髪の毛のやつか、それとも腕のやつやんな。いろいろ使うやつですね。かわいい。洗顔料ありがとうございます。リップグロスありがとうございます。オーデュトワレありがとうございます。香水いい匂い。クメマジ嬉しい。高級感溢れてんの。おもろいな。クメっていくつなんこれ。え、自分の思ってた年齢取っちゃうけど。ありがとう、クメ大切に使います。次、ででん、なんだこれは。このドキドキ感毎回あるの嬉しいな。かわいい、ぬいぐるみ。かわいい。なんか立つんやけど。え、立ちそう。と、パンダ。かわいい。これ立つかな。立たんかった。お手紙入ってた。おわ、すげえ。すごいな。え、すごい。あ、これなんかインスタで見たぞ。ありがとう。すごいな、これ全部手作りなの。めちゃ、あ、ツムか。君かよ。ちきれい。前もめちゃんのお手紙書いてから1年経ったと考えると本当に短い1年だったなと思いました。でもその時の短い間で時間の中でフォロワーとファンがありえないぐらいのスピードが増えたり、高校卒業したりマネージャーもっと忙しくなったと思います。それなりに YouTube 投稿を頑張ったり、いろんな曲出したりグッズを出したり、いろんなことに挑戦して本当にすごいなと思いました。貴重な1年をめでて私本当に幸せです。もうツムいろんなとこ見てくれてんじゃん私の。やっぱさすがだなツムは。わお、何気に私こういうの持ってへんかったかも。ありがてえ、ありがとう、つむ。と、最後、あ、これフランフランじゃね。あ、かわいい。これレちゃん、バスやんな、バスや、バスボブのやつ。ありがとう、ありがとう。さすがつむ、ありがとう、大切に使います。次、何これ。マメ、お誕生日おめでとう。いちは袋から出した後はシワとか線とか頼ってる。ちゃんと気遣いもしてくれてる。なにこれ、ふわ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 ねんけど、このペンギン。ありがとう、一葉、大切に使うね。あー、いい、かなりいい、これ。うわ、ありがとうございます。いちは、大切に使います。ぴゃん、ありがとう。次、ミルクからかな。めいちゃん、誕生日おめでとうございます。1年前からフォロワー数が倍以上になっててもうすごすぎます。ミルクありがとう。ん、これもミルクかな。これ、あ、これもミルクや。ん、何これ、わかんねえ。ワイヤレスピンマイクやって。うわ、配信者、配信者、いいね。え、音質悪かった、もしかして私。ごめん、使うわ。ありがとうございます。ミルク、なんかのクリーナーかな、これ調べてから使います。ありがとうございます、すごい実用性。ありがとう、ミルク大切に使います。はい、ということで終わりかな、終わりだと思います。はい、で今日までにいただいたやつは紹介できたんですけど、ちょっと今の時点今22日で、これ以降にいただくやつはまた後日改めて撮影しようかなと思うんで、その時までカット。送られてきたものが届きました。そんなわけで引き続き開封していきたいと思います。なんかちょっと見てめっちゃびっくりしたものがあったんですけど、見てこれ、味噌菌、おもろない。
私ツイッターであの味噌菌が食べれへんってツイートして、そしたらなんと届きました。あ、これご飯の方や。そう、あのご飯があのみんな食べれへん言っててん、ラーメンの方は食べれたけどご飯は食べれてないみたいな。ありがとうございます。あ、ちなみにあの TikTok 終わりので髪の毛ボサボサです。かわいい、エビ描いてくれてる。え、これ誰々よりって書いてなくね？最後に無名って書いてんだけど。え、あ、TikTok とオンラインサロンで可愛い姿とかってことは、オンラインサロンに入ってくれてる誰かってことやな。味噌菌のラーメンがコンビニで売ってなくて飯しか売ってなかった。飯だけでも食べてほしいです。ありがとうございます。え、ご飯の方売ってたんや、すごいな。お菓子いっぱいある。あ、ユニバのあれか、ユニバのあの何だっけ、お土産。え、こんなんってんの初めて見たんやけど。よかったよかったよかった。あ、これはユニバのお土産とかですかね。砂糖醤油サラダ、ありがとうございます。とハリボー、私ハリボー好きって言ってたっけ。東京行くときに持ち歩いて食べようと思います。ありがとうございます。お次、あ、これあの どなたかあのコメントで教えてください。次、お手紙。お、シャーペン、しかもなんか使った後のシャーペンかな。あ、シャークか。俺が使ってる書きやすいと思ってるボールペンをプレゼントするね。私物プレゼントってことね。私物系は私は初めてやな。私物ありがとうございます。シャークさん使いやすいということで。生誕祭行けなくてごめんね。あ、配信で見てくれてた。ムメチにとっていい一年にしてね。これからも応援してるよ。なんかさ、なんか習字習ってそうな字してる。ありがとうございます、シャークさん。次、でかっ、ドゥデン、イエイゾンビー、ドゥデン。あ、これ砂漠のゾンビやったっけな。ゾンビー、ドゥデン。あの深海じゃない、あの海におる、琵琶湖じゃなくて海におるゾンビ。え、すごい、ででん、うわ、これマイクラのパンダ。こうっ、しかもケーキ持ってる、すっげえ、ちょっと待って。うわ、これなんかね見たことある、これ潰すやつじゃん。これさ、これあの知ってるやつが開けるわ。これなんかの動画で見てたんやけど、 YouTuber さんがよくやってはる。これさ、どうやって元に戻るの。こうやって遊ぶやつやが4体もある。どれ外しちゃおう。おー、ダイヤのつるはし、しかもちっちゃいバージョン。あ、ペンなんやこれ、すごっ。やっと、これはメガネと、なんこれ、綺麗、ありがとうございます。メガネ、いいね。白のメガネってなんか流行ってたよな。これ何、え、分からへん分からへん分からへん。なんか、え、これ用じゃないよね。なんか着替えとかあんねんけど、ほら、え、何用に使うやつこれ。え、え、待って分からへん。え、何、え、これに着さすってこと。説明がなくもないからほんまに分からへん。どういうことやろ。使い方はコメント欄で教えてください。なんだろうこれ、初めて見た。とりあえずありがとうございます、使います。お次、お次はお手紙かかな。お、夜空、この子はな、ずっと応援してくれてんねん。あのコメントとかでもう1年経つんじゃんってぐらいやと思ってんねんけど。お、おー、自分にとってムメチは救世主です。ムメチ、救世主ムメチです。
ありがとう。え、なんだ、流行ってんの、こういうの。毎回毎回これなんか流れるの。いいね。ハッピーバースデー。おお、丁寧やな。すげえ、めっちゃ書いてくれてる。スーパー感謝の思い。ちょっとまだフォロワーが 1M になる前。あ、やっぱほら、といっても約1年前って書いてる。ほらな、今日私記憶力いい、めっちゃ。もちろんいろんな PR、イベント、アンバサダー、インタビュー、しかも生誕祭って書いてる。そうだね。驚きは隠せない。尊敬&憧れ、いいね。字綺麗、この人。めっちゃ字綺麗ないけど、お得意の変顔も人気取り、Y。てんてんてん、おっと誰か来たようだ。かっこちっちゃい、このちっちゃい方が何書いてる。自分わけあって2年前中1の時に体調崩したって体重10キロ減りました。それ以来今もスキーに外で出たりとかできなくて、そんな中1年前無茶をして人生どん底から救われたし。ありがとう。変わりない、全力で。おっす、もう書ききれへんくなってる。あ、そうやったんや。え、夜空ってどこ住みなんやろ。ちょうん、みんなで楽しめるイベントをやってみたいな。ありがとうございます、夜空さん。ありがとうございます、小倉さん。次。おー、なんかこれさ、最初からこうなってんの。すごい、すごいな。ぷいぷいモルカーや。あー、でけえ。いい枕になりそう。うわ、めっちゃいい。うこのつぶらな瞳。あー、ぷい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 。うわ、お手紙。ムメって書いてる。またモルやん。ありがとうモル。直接渡すとやっぱ大きくてやばそうなので郵送で送りました。おお。生誕さんお疲れ様でした。通社の時モル分かるよって言ってくれて、マジで涙こらえました。泣いてよ。プレゼントはもう見ましたか。でっかいモルカーとおまけにコスメ。あ、コスメか。コスメ、アイシャドウパレット。おお、ありがてえ。ムメちゃんにはこれが似合う。ありがとう。モルカーぜひエビの後輩にしてやってください。投げるけど大丈夫かな。すごい、ありがとうございます。今回あの何、お菓子が多かったんでいいですね。メイク用品多いと思ってると思うけどそんな多くなくて、あ、だからこういうの普通にめちゃくちゃ嬉しいです。うわ、かわいい。まずパッケージがかわいいですね。ブラウン系やな、ブラウン系。あれ、なんか蜂蜜じゃないこれ。プーさん、ありがとうございます。ぜひ使わせていただきます。モルありがとう。マジでこれ枕、いい枕になりそう、ほんまに。ありがとうモル、ぜひ使わせていただきます。次、やっぱみんなあれやな、クマエビをイメージしてクマのあれを貼ってくれてる。おお、すごい。うわ、懐かしい。見てこれ、めっちゃ懐かしい。これなんて言うんだっけ。なんか今これ いとこがハマってて、夏。うわ、ありがとうございます。おー、いっぱい書いてくれてる。あ、ちょうちんやんこうや、今日も動画にコメントしてくれたね。2022年6月25日、押し始めたのは7月の4日。めっちゃ覚えてるやん。ムメちゃん産んでくれたお母さんにもありがとうございます。私がムーミンを好きになった理由は、可愛い、かっこいい、優しい、面白い、人気者、人気者、神対応が多い、お母様思い、表情たくさん、超能力が使える、自分のいいところが分かってる、沼らせることができる、宇宙に行ける、いろいろな活動をやっている、ネタをちゃんと含んでいる。そのくらいムーミンが大大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 好きです。すごいな。とりあえずあの稼ぎで台をいっぱい使ったよこれ。ムメの卒業した高校に入ってみたいな、楽しいだろうな。いやー、どうやろ、どうだろう、ちょっと難しいかも。YouTube 面白くていつも見てるから、
また出たら絶対見るね。言うたな、この動画多分めっちゃ長くなるけど多分大丈夫かな。全部見てくれてる、全部見てくれるってことでいいんやな。今も見てくれてるってことでいいやな。飛ばし飛ばしじゃないんやんな。大丈夫かな。うん、誕生日おめでとう。ありがとう、ちょうちんやんこ。ちょうちんやんこ、あとでちゃんと読ませていただきます。次。うお、なんかいっぱいついてる。すごい。なに？ええて。ありがとうございます。誰だろう。さっき。あ、さっきだよやん。さっきやん。ありがとう、いつもさっき。あのオンラインサロンに入ってくださってる方ですね。さっきは。もうな、ほんまにオンラインサロンに入ってくださってる方もう全員知ってんのよ。おいっぱい書いてる。さっき意外と字綺麗。ごめん。むえちゃんのすべてが私たちの理想です。友達アンドサキより。おーおお、友達さんも。この間あった生誕祭や次の日学校だったりもしかしたらその場には行けないかったけど、オンライン配信で見ました。ありがとうございます。ここからは友達が考えた文章です。むえちゃん誕生日おめでとう。あ、ほんまや、ちょっと字変わってる。むえちゃんのすべてが私たちの理想です。いつも私たちはライブも行ってます。あ、一緒に押してくれてるんや。ありがとうございます。最後に大好きって言ってくれてる。で、このなんかこれ外していいんかな。いや、これあの私こういうの好きなんだな。こういうなんか手作り感満載です。ハッピーバースデー、もめちゃん大好き。うわ、出た、まだこれや。ちょっと待って、あれプレゼントもらって、これもらったんですよ。あの、いや、多分見たと思うんですけど、飛ばしてないですよね。で、その動画を撮って次の日ぐらいにこれ食べたんですよ、配信で。それを見てからこれ送ってくる。いや、でもそんなわけないよな。え、食べます。いいね、この、しかもさ、ちょっと見てほしいのがさ、もう君の方が多すぎやろ。パカーン。うわ、あ、また君の方が。いや、この大きさいい感じやな。シュワシュワ多いな。あ、ハイチュウ、ガブリチュウ。自分の好きなものや。2個目もこんな感じ。絶対 A 型やろ。そんなことない。次、すごい。え、なにこれ。ん、あ、なんかさ、いいよな、こうやって、あの、なんかお菓子いっぱい。水色や。わかってんね。むめちゃん、お誕生日おめでとう。これからも応援していきます。応援しています。応援していきますね。すごい。わっ、何これ。もう全部青色。もうすげえ、見てこの感じ。もう分かってんね、酒だよ。これ何。初めて食べるサイダーボール。意外と味濃い。なんか美味しい。かき氷のシロップみたい。ね、なんかめっちゃ入ってんだけど、ちょっと待って。え、なんか初めて見るもん多いんやけど。なんか消えたんやけど。あ、味する。あ、美味しい。え、すげえ。うん。もういっぱいいっぱいある、いっぱい。ありがとうございます。よ、これ詰めれたな、綺麗に。よ、詰めれたくない。もう入らへんで。え、わあ、一個ずつ丁寧にやってくれてたんか。うわ、いっぱいいっぱいありがとうございます。先だよ。もうこれで1ヶ月分のお菓子ぐらいですね、これ。ありがとうございます。上手に丁寧に配信で食べます。次。うわぁ、絶対これ私やろ。なんかちょっと似てんねんけど、私に。え、ちょっと似てる。ボボの時の私とロングの時の私や。これ絶対私やろ。え、うまくね。しかもちゃんと七三分けで、あの、横髪とかちゃんとなんかこう内巻きにしてる。これ私やん、めっちゃ。これは似てる。想像以上に似てる。これは動画にコメントできないのが辛くて、適当にいろんなとこ押したらアカウント作れて感動して一人でめっちゃ嬉しがってたの。いや、大丈夫それ。
青森に住んでるから回線遅いのかなと考えたり、そうなんかな。青森に住んでるんだ。吉兵衛は青森に住んでんだ。ムメちゃん、友達にムメちゃんにハートもらったのって言ったら殺されそうになって死ぬかと思ったの。え、大丈夫？どういうこと？え？私は他のムメたびと違って動画出せないけど、いつか動画とうこをしてムメちゃんに届くような動画を作ることが夢だから待っててね。いや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 、もうあのこの手紙書く時点で、あの私の超押してる、押してくださってる、応援してくださってるフォロワーさんって方がすっごいわかる。だって私そっくりやもんこれ。ちょっと待って、これ結構私好きやでこれ。もしできたら手紙無事に届くか心配なので、米派でもいいのでしてくれると嬉しいです。そっか、見てくれてるかな吉兵衛。 届いたよ。もし皆さん、あの吉兵衛が気づいてなかったら言ってあげてください、届いてるよって。ありがとうございます。次、芋ちゃん。芋ちゃんが私のファンでよかったなと思えるように頑張るね。体調には気をつけて活動頑張ってね。やって、優しい優しい、ムメって。ありがとう芋ちゃん、ありがとうございます。芋ちゃんね、いる芋ちゃんもね、もちろん覚えてますよ。私はかわいい、くまーん。お、かわいい。これあれやな、ハーフツインにした時とかに映えそう。めっちゃ可愛いハンカチ。私ハンカチってあんま持ってへんかったからすごく嬉しい。あー、これで女子力アップ。お出かけする日が最近増えてきたからちょっと、あ、ハンカチいいよ、はい、かわいい。いいね、女子力アップなものが欲しいって配信とかで言ってたから、ほんまにそれ通りやな。ハンドクリームやって、と、あ、キャンメイクのやつや、ハイライター。これちょっと気になってたよな、買ったことなかったこれ。ありがとうございます、大切に使わせていただきます。いもちゃんありがとう。あ、次、でん、小羽か。好きな食べ物、私雪見大福だけだけど、好きな食べ物、小羽はトマト、お肉、お菓子、果物。いや私もや。13歳、部活チア。うん、1、2、3、3枚も書いてくれてる。え、字、え、中二女子でこんな字綺麗な、マジで。え、ただ一つ悲しいことがありまして、私の家族のルールで TikTok を入れたらダメっていうルールがあって、インスタ高校生になったら入れれるので大丈夫なんですけど、 TikTok がダメなんです。なので親とかに無名推しということも言いづらいし、このまま私が無名のことを知ってるってことを知らずに、今後無名のイベントも行けなくなっちゃうので一生会えなくなっちゃうんです。なので生誕祭も行けませんでした。グッズも T シャツ買えない。そこで私から無名に一つお願いがあるんです。いつか小羽で会えますようにって願ってください。私もいつかムメに会えますようにって願います。私は今すぐにでもムメに会いたいです。大好きです、尊いです、天使です、神です、可愛いです、美しいです。おお、ありがとうありがとう。いつか小羽で会えますように。そうか、私も禁止されてる時期はありましたね。この子も一緒、私と一緒の道を歩むってことやな。じゃあ、あのちょっと語ってもいいですか。語りますね。いいですね、 OK です。何言ってんの。ムメの笑顔は宇宙一、小羽。あ、すごい、なんか作文みたいなの書いてくれてる。私はムメの一番好きなところは笑顔です。笑顔はみんな可愛くねって思います。思いかもしれませんが、実は全然違います。もちろんムメの笑顔は天使のように可愛くてニコニコしていますよね。ただ他の人の笑顔とはまた違って、ムメの笑顔を見てるこっちがとても元気になれるし、笑顔になれるし元気も、気分もハッピーになれるし、充電が 100% になるくらい、いや 200% で爆発するぐらい疲れも取れるし、幸せになれるような、そんな笑顔です。わからんな。みたいな、まだムメの笑顔を見ていない人は人生損してます。絶対に見ましょう。終わり。誰に向けて言ってるのこれ。こう私に呼ばれるってことを思って書いてるやんな、絶対絶対。そうやな、小羽。ありがとう小羽。うわ、ムメの好きなところってめっちゃ書いてくれてる。すごくない？すごっ。ちょっと落ち込んだ時はこれ見ますね、読みます、ちゃんと。小羽ありがとう、いつか会えますように。あ、次、N。 中に小さめな紙が入ってるんですけど、それを先に読んでほしいです。おー、了解。 N からムメちゃんにお願いがあるんです。2022年12月1日に撮った音源でもう一度踊ってほしいんです。私この歌をムメちゃんの動画で知って今でも大好きなんです。で、本当にこれを踊っているムメちゃんが大好きなんです。本当にお願いします。すごい願い来た。うわ、いや、この音源さ、私投稿するかどうか迷った音源やな。
これで知ってくれた子もいるんか。そうか、ありがとうございます。みちえ、まずお誕生日おめでとうございます。全部が顔も性格も全部がタイプで TikTok の忘れていた瞬間フォローしたんです。 YouTube ではもめちゃんのすぐを知れるし、歌声も綺麗好みで、最近では毎日聞いています。マジで。私が用意したプレゼントは割と自作がおすすめです。用意したサンプル買ってる時すでにドキドキしてて、推しに物が届けられんのって実感なくて、今でもすごいドキドキしています。あと、うちわも作ってて、次作りたいのは板場です。そう、あのうちわとかさ、板場とか作れるのほんまにすごいと思う。私が作れへんから。こういう推し活が大好きなんです。おー、ありがてー。永遠のムムタミ、えのより、えのありがとう。しかもなんか、あの見てこれ、アクセサリーありがとうございます。これは私が愛用しているフランフランのハンドクリームです。よかったら使ってください。マジ、あー、これこれ友達もなんか使ってた。ありがとう。これはハイライトかな、アイシャドウ、ハイライトやな多分。ありがとうございます。えー、かわいい、かわいい、え、顔かわいい、ありがとう。しかもちゃんと水色っていうね。あとこれね、どこでも使えます。これは手作りかな。これも、このイヤリング自作なので気に入ってくれるか分かりませんが、気に入ってくれたらめっちゃ嬉しいです。これ自作、え、これ作れんの、すごない、これも自作です。気泡入ったのでリボンでごまかしてます。あ、それ言わんかったら気にしんかったのに。あ、ほんまや、入ってる。え、かわいい、すごい、えの、ありがとう、大切に使います。次、はるちん、はるちん、あ、てか一撃で。私はムメちゃんを知るまで好きな TikToker さんとかいなかったのですが、ムメちゃんを見つけてから毎日トークを見ているうちに好きになって、今では私の推しになりました。買い方かっこよくない。グッズ販売が神すぎる。 T シャツ通気性が良くて部活でも愛用してます。ありがとうございます。え、第3弾も楽しみにしてます。 ありがとうございます。 ありがとうございます。あと、今日オンラインサロンに、あ、インスタも同じ名前でドイツ人物だと思ってください。ありがとうございます。なんかな、たまにな、あの名前が、あの同じ人がいっぱいいたりするんですよ。オンラインサロンのハルチンね。ありがとうございます。覚えました。同一人物ってことが今日やっと分かりました。ありがとうございます、はるちん、大切に読まさせていただきます。次、なにこれ、ちいかわ、ちいかわの友達が好きやね。多分これ見たら友達が奪ってきよる。なんかさ、これ、え、これってさ、バレンタインの梱包にやるやつじゃない、これ違うかな。なんかギュウギュウになってるけど、ありがとうございます。クマ、ウサギ、すず、ありがとう、すず、なんかいっぱい入ってる。本日の主役。うわ、なんかいっぱい、あ、これ、この友達が携帯の裏に挟んでた、これかわいい。窒息死しちゃいそうなウサギがいるので、開けて大事にしてあげてください。やっぱそうやな、窒息死しちゃいそうやんな。めっちゃ最近、埋め溜めだったすずです。お誕生日おめでとうございます。毎週水曜日はムメチのライブだから頑張れるし、それ以外の月火水木金土日もムメチの毎日投稿のおかげで頑張れる。あ、嬉しいな、それ。いつか生で会ってほっぺを触ってみたいな。8月の24日にディズニーランド行くからお土産たくさん買う。私行ったんやてよ、8月21よ。うわたまに出てくるチーギやお母さんも好きです。お父さんは、ムチのことムメメって呼びたいのはいいですか。全然良きですよ。これからも活動頑張ってね、すずより。ありがとう、すず。これシュシュじゃない、かわいい。あ、ピンクのシュシュ私持ったことないかも。かわいい、ありがとうございます。大切に使います、すず、ありがとうございます。お次、プレゼント入ってますやって。え、ほい、うまい、なんか入って、うわかわいい、なんかもうセーラームーンみたいな。おお、ミレイっていう名前、ミレイ、あれな、アイコンが軟骨の王様のアイコンです。ありがとうございます。軟骨の王様めっちゃ大好きで、ヘアバンド探しています。あれな、結構難しいよな。あの私の子さんの方っていうか、あのずっと応援してくださってる方は頑張って一生懸命 Amazon で探して見つけたそうです。だから、あのおソロの方が、あのほんまに一部 のフォロワーさんしかいないっていう。毎日20時が楽しみになっています。1位を取りたくて頑張っているんですけど、私のスマホネットが少し悪くて1位取ることができないんですか。
やっぱみんな回線が悪いんや。今むめちゃんの YouTube 見てるんですけど。あ、今見てんの？ TikTok とは違くて違う魅力がすごく感じます。 TikTok では声聞けないけど YouTube では声聞けるのはもっと癒されます。おお。動画を編集してるときはスローにしたりするのでいろいろなむめちゃんを見れて楽しいです。そうか。特にネタ系の編集をしているときは使うところを見つけるときが一番楽しいです。ネタじゃあ1個披露しながら、これなんか使えるかな、これなんか使えるかな。むめちゃんに質問したいことがあるんですけど、どうしたらむめちゃんみたいに可愛くなりますか。せやな。ぬいぐるみを投げたらなんかストレス発散になって、あの肌も綺麗になっていくんですよ。それおすすめです。あ、これ手作りなんや。むめちゃんのグッズめっちゃ神です。 T シャツは運動にぴったりで、アクスタも見るだけで元気になるし、アクキーも超可愛かったです。ステッカーはスマホケースに挟んでいます。本当神すぎる、神以上のグッズありがとうございます。おー、すごい、みんなグッズ喜んでくれてる。いやー、ありがとうございます。ミレイさん、ありがとうございます。大切に使う、ミレイ、ありがとう。手作りってすごいな。次、てるーん、なんじゃらほい。これどうやって開けんのやろ。で、え、なにこれ、なんかいっぱい入ってる。てたーん、見てください、これ。あ、見て、ちょ、見てぴょん。あ、私こういうの欲しかってんな。フレンチガーリー的な。意外とこういうなやつ持ってないよな。みんなありがとう。ちょっと待って、まずちょっと、モモのバームとかあんの？ルルル、モモ好きな？みんな、もうバーム太る。あ、フィーノ、かわいい。その手作りなんかな？ちょっと待って、どう書いて。バームクーヘン食べてね。パックは旅行で山梨に行ったから、もお土産。あ、そうなんや。山梨、長野限定って書いてる。そうなん、初めて見た。やからか。フィーノめっちゃ髪の毛サラサラになるからおすすめ。鼻のカチューシャ動画とかに使ってくれたらめちゃくちゃ嬉しい。水色がなくて違う色になった。リボンもつけてくれると嬉しい。ありがてえ。こんなん絶対使うで。こんなんもう私あの想像できたもん、動画のどうやって使うか。え、まずチークをめっちゃもう描いて、あの多分寄り目にして、ちょっとアホ面みたいな顔にして、ツインテールにして、ちょっと海外の音源使う。うん、これも確定やで。これきた。こういうの嬉しいよね。ありがとうございます。いっぱい書いてくれてる。毎日堂々と衣服着てるよ。勉強の時とかお風呂入ってる時とかいろいろなところで聞いてる。マジで字綺麗、この子も。マジかよ。やっぱみんな出会えたきっかけ書いてくれてる。嬉しいな。これ急に話が変わるけど、私が中学生になって勉強忙しくなって追いつけなくて、毎日部活があって、全然むめちゃんの動画を見たりコメントしたり、動画が作れなくなってしまい、むめたになってもいいにいてもいいのかと思って、むめたみ降りようかと TikTok に上げたら、 TikTok にみんな降りないでって言ってて、あのさ、え、あのさ、むめたみの基準高くね、みんな思うけど、なんかさ、私の中のむめたみって動画を見てるだけでもむめたみやし、そもそも私のことをフォローしてくれてるだけでむめたみっていうことを言ってんねんけど、みんなからしたら動画作らなあかん、毎日チェックしなあかん、もう1個目絶対狙わなあかんみたいな。基準高くね、みんな。もうなんかゆるゆるでいこうや、みんな。そんな、あの、固くならないです。部活とか勉強をあの優先して見てくださると嬉しいです。ありがとうございます。大切に使います。次、うん、なんかめっちゃ入ってる。むめちゃん、これからも応援しているよ。ハッピーバースデー、むめちゃん。あ、ラムか。え、むめちゃんはこうやってさ、可愛く描いてくれてるの、なんでラムはゴリラの、これ。私、むめちゃんのような可愛くて優しい人になりたいです。また来年も来るよ。押し始めたのは今年の7月20。え、7月28ってめっちゃ最近じゃない。あげる、いらない、りんご飴。これ何。可愛い、すごい。ネックレス、アクセサリーあげれなくなった。いや、ありがとうございます。ラム、むめたみからのメッセージ。この子の集めてくれた、これ。あ、すごい。シア、オカカ、ラマ、ノノカ、コウタ、あ、ポタ、ラナ、ニノ、ピッピ、マナ、
猫に虜をヒロト、ヒロト、ルリア、ケイ、ありがとう。ちょっと後で一人一人ちゃんと読みます。ありがとうラム、大切にちょっと後で読みさせていただきます。次 EMG やん。梅ちゃんのお母さんへ。見たい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 。なんか柔軟さんの匂いする。 EMG ありがとう。これなんて書いてんのやろ、ちょっとよくわからん。ありがとうございます EMG。 後でお母さんに見せてもらおう手紙。次かわいい、イエーイ、くよみちゃん見たよ。つむぎだ。9.61、いらんねんな 9.61。 200日目、多いな200日目、すごいよな手が200日目って。堂々今でも毎日聞いてますやって。ありがとうつむぎ、大切に使うこれ。こういうの結構嬉しいよね、すぐなくしちゃうんで。ありがとうございます、大切に続き使います。で後でお手紙もちゃんと読みます。次なんだこれ、手紙誰だろうこれ。カモメ、とても可愛いよ梅ちゃんって。わあ、なんか入ってる字綺麗。みんな生誕祭行けなくてごめんなさいって謝ってる。本当だよ、リアルで一番可愛いと YouTube でおっしゃっていたので、リアルで会いたかったし、手紙もスマホ越しではなく現地で会いたかったっていうのが本心です。ネックレス、ありがとうカモメ。こん中にネックレスが入ってるの、なんかおしゃれやな。いい、こっちネックレス、かわいい、ハートや、ハートかわいい。なんかおしゃれやな、クマの中に入ってんのって。クマの中には入ってへんな、それ。ありがとうカモメ、大切につけます。かわいい。お次、お、これお手紙、かわいい。ああ入ってる。あ、フミだ、わかるかな。このバースデーカードを買ってスペースがこれだけしかなくて驚いています。驚くわな、自分も驚いたもん。タンプレを見合わせします。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。あ、立体になるんやこれ、すごっ。ありがとうフミ。フミはな、すごい悩み事を聞いてくれようとしてくれるオンラインサロンの方のフミって方なんですよ。ありがとうございます、そういうの嬉しいです。次、何これ、なんかふにゃふにゃ楽しむ新食感バター味とか、なんなんこれ、めっちゃ気になる。え、バター味のキャンディ、誰こんな個性的なものを送ってくる方は。味噌汁大臣、もう名前まで個性的なんやな、やっぱり。僕が生まれた時にムメちゃんが6歳だって考えるとなんだかソワソワします。何言ってんの、どういうこと。毎日20時がとても楽しみです。ありがてえ。最近忙しいのであまり動画を見てないけど、また落ち着いたら全力でします。味噌汁大臣、お誕生日おめでとう、ありがとうございます。味噌汁大臣、味噌汁大臣、名前いいね。ありがたい、私の好きな食べ物。え、なんだ、味噌汁大臣はさ、ペコちゃんのこれ食べ物が好きなんかな。バター味やろこれ、ちょっと待って、普通にちょっと気になる。めっちゃバターの匂い、ふにゃふにゃ、バターを食べてるみたい、ほんまにすげえ。味噌汁大臣ありがとうございます、大切に食べます。次、おお、かわいい。え、ま、めっちゃかわいいんやけど、ハッピーバースデー、なんかすっごい手作り感満載。え、わあ、見てよ、誕生日おめでとうやって、超かわいいんやけど。うわ、煮込みも、え、かわいい、全部手作りじゃん、我は主役だ。これさ、全部さ、マジで全部めくって、いや、かわいい。誰が書いてくれたんやろ。うわ、すげえ、すごくね、これ紐を引っ張ってね、すごくね、こんなことできんの。あ、裏になんか書いてる。ちなみに私のハーフツインのムメキャットが好きです。あー、ちょっとやるわそれ。ありがとうございます、めっちゃかわいい。あかねよりやって、あかね、ありがとう、めっちゃかわいいよ。何時間もかけて作ったやろな、これ、すごい、ありがとうございます。ちょっとちゃんと見ます。あ、次誰だろう。メア、お誕生日にプレゼント渡せなくてすいません。あと次は生誕祭絶対行きます。次の私の誕生日は10月24日、もう少しじゃん。メア、
ありがとう、メア。かわいい。なにこれ、アクセサリーかな。おお、なんかちょっとお上品になった。お上品になったよ。おパンチをした気がちょっと中にいる。これは何？わかんない、何なんだろうこれ。そう、あ、かわいい。しかもこれクマや。ありがとうございます、メア。と大切に使わせていただきます。お次。あれ、これ同じ人やんな。あれ、これさっきも見たぞ。なんかさっきも見、おお、違う人や。めぐみ、しょうさん、かわいい。お、応援してます。応援から応援にしてる。応援な。コラボで出てきて、私は、私からは以上です。かわいい、ありがとう。何かね、これもあれやな、ハーフツインの時につけるやつやな。ありがとう、めぐみ。ちょっと大切に読ませていただきます。お次。え、なにこれ、これも作る系かな。ケーキやん、これすげえ。ハルル今回はセンター生いけなかったから次は絶対行くね。みんな絶対って言ってくれるが、本当に来てくれるのかい。本当かな。 UV レンジでムムがつけてるヘッドホンを作る予定。作れる、すごい。いや、ちゃんとこだわりあるんや、これも。ありがとう、ハルル。大切に使いますね、ハルル。ありがとう。お次。むーちゃん、お誕生日おめでとう。そして TikTok の投稿、あ、1000本超えたんや、そういえば。バイ、山形の水分。むーちゃんのアイコン、こ、書いたの？ほんまに？すごくね？書いたんやって。ありがとう。山形の水分、ありがとうございます。飾りますね。次。これで最後かな？ハッピーバースデー。開きます。ぽい。お、ははは、ムメ好きやって。誰だろう。アメ。ムメ民の民をさ、頑張って、なんだろうこれ、なんでこれをここに書いてあるの。練習かな。227日だったんや。ムメは MV を出したり、ランウェイ歩いたり、生誕祭開いたり、いろいろなことに挑戦している姿を見て、すごいかっこいいと憧れを気持ちをしました。みんな偉いね、こんなこと書けるなんて。え、沖縄に住んでんの。へえ、ありがとう、アメ。天使が地球に舞い降りてから今年で19年目。何言ってんの。すごい、パックがさ、パックがなんか貼ってある。今回はお菓子じゃない、パックだ。女子らが、あ、お菓子だ。うわ、お菓子かと思った。フェイスマスクやった、これ。今回のこのアメは美容だな。いいね、美容。涙目の私なんやけど、こんなんあったっけ。作ってくれたんかな。でも参考になるな。てかさ、涙描くうまくね。私こんな可愛くないけど。あ、でも釣り目でちゃんと青色や。あ、ちょっと、よく見たら私見えてきた。あ、これ私かもしれん。うん、私やな、これ。やっぱ、わかってるわ、雨。え、なにこれ、雨。え、なにこれ。あ、え、あ、ムメとムメママって書いてる、これ。お揃いできるよってことや。すごい、ありがとう。あ、沖縄特産物の黒糖。わ、なんかさ、自分が住んでるところの名物ってさ、なんか嬉しくない？もらうの。ありがとう、ありがとうございます。アメ、ちょっと大切に使わせていただきます。こんな綺麗に可愛く仕上がって、ありがとうございます。はい、以上ですかね。ありがとうございました。たくさんのお手紙とプレゼント、本当に。生誕祭も開けたし、直接みんなとイベントで会えることもできたし、お手紙もいっぱいもらったし、これで1年は過ごせますね。あの、食べ物に関しても、美容に関しても、メンタル的なことに関しても、ありがとうございます。たくさんみんなに支えられて頑張れてるってことを改めて知りました。なので、これからも応援してください。何、この動画撮る前のさ、もう一個前の動画あるやんか。それでさ、ちょっと手紙読んだんやけど、改めてな。やっぱみんな8時、20時になったら、もう頑張って1個目狙えるようにとか、あの、毎日の楽しみですみたいな。そんな、思った以上にみんながさ、こう楽しみにしてくれててさ、ちょっとこれ遅れたらやばい。いや、私最近遅れることがあってさ、ほんまに申し訳ない。ちょっと頑張りますね。あの、動画のクオリティもいろいろ。ありがとうございます。あと YouTuber も見てくれてるっていう方も多くて、この動画を見てくれてるってことですよね、最後まで。
あの下のこのこれなしで、この飛ばし飛ばしなしで、ありがとうございます。あの最初の方のプレゼントでは誰か誰が分からなかったんですけど、あのこの動画を見ている私、分かったかい？そう、そのこのこのプレゼントはこの方です。覚えてくださいね。はい、というわけで今日の動画をここまでにしたいと思います。長時間皆さんお疲れ様でした。見てくださって、生誕祭大赤字まあみんなに会えたんだね。あ、よかったですよ。はい、ありがとうございました。バイバーイ